行政福祉審査法というのが、まあ、これはあの戦後早い時期からそもそもあって、ただあまり頼りにならないという、まあ、ことで、あのではありましたけれども、まあ、それでもこの原発関連でもこういった処分に一応あの資料の中にあるかと思いますが何件もまあしてきて、まあ、ただ内部審査みたいなことであまりまあ重んじられないというか、行政訴訟としてしっかり裁判所にやるのとはまあちょっと、まあ、その前段というか、あの手前のようなものではあるんですけれども、まあ、あまり重きを持ってなかった部分はあるんですが、平成28年にこの行政福祉審査法も、まあ、強化改正が一応なされて、まああのまあ、にもかかわらずちゃんとやるのかっていうのが今日の追及のあれではあるんですが、まあ、その行政福祉審査法の改正法に基づいて、まあ、ともかくまあやれる限りのことをしっかり止めていくためにやろうということで、大くくりではまあ3つの団体それぞれに、じゃあのまあ当然あの東海大臣の許可及び認可にあの不服だと取り消せという内容ではあるんですが、ちょっと主要な論点なんかはそれぞれにして、まあ、3つの団体というような形であの請求人という意味ではダブってるものもおるんですけども、あの、まあ、それぞれに、原子力規制、まあ、委員会なんですが、まあ、規制庁に対して、昨年の、まあ、3ヶ月の猶予ということだったので、まあ、一番早いのが9月26日にでしたから12月の、年末、そして、20年延長については11月だったので、まあ、2月頃あの何回かに分けて、行政福祉審査の申し立てをそれぞれしてきています、まあ、あの今日はそれらそれぞれのがちょっと、まあ、その総代ということで、あの数はあの3桁近い申し出の請求人があるんですけれども、まあ、その代表総代という立場で、まあ、あるいはやり取りをしようという、まあ、その者たちが集まって、まあ、やろうということになっています。で、まあ、あとは松山さんに任せますけれども、ともかくあのそのそういう時点から始めたにもかかわらず、まあ、約8ヶ月、まあ、半ばほったらかされてきているというような、それが適正なのかどうかというようなこととか、まあ、ようやくあの弁明書あの、全部になるのかな、あのこの1ヶ月ぐらい前から動きが出てはきたんですけれども、まあ、あの極めてそれが不十分だったり、まあ、来月にも、まあ、その申し立て人からの意見陳述の場の設定をしたいなどとドタバタとはされているんですが、まあ、そもそもその中身も極めて問題だというようなこと、そしてそもそもその、まあ、新行政福祉審査法に基づいてちゃんとした、まあ、ある種の第三者制というか内部審査ではあるんだけど審理委員なんていうのを作って処分をしたものとそれを審理するものと少しでも分けるというのが、まあ、その新法の趣旨なんですが、まあ、どうもそれを あんまりちゃんとやらないと、まあ、産業委員会というあの原子力規制委員会の特殊性でそれは、まあ、あの認められちゃうんだという、まあ、言い方を規制庁が言い出してるんですが、まあ、この所管庁である総務省の行政管理局も今日は呼んで、そもそもその行政福祉審査法に基づく適正なあのあれは考え方はどうなんだと、これでいいのかというようなことを、まあ、前段で、まあ、説明を求め、まあ、追及をするヒアリングです。で第2幕の方ではこの、まあ、1年ぐらいの間にいろいろ新しい状況もあの、まあ、変わってきているというか、まあ、東海大に関して言えば最初の論点でもあり、今回の審査請求にも詳しく論じたあれもあるんですけど、その経理的なあの問題なんていうのが、まあ、ある意味ではその、まあ、ある意味では東電が保証するからみたいな話だ、それこそ自体がおかしく、あの危ういというか、あの曖昧なものになっているなど、まあ、それを規制にもかかわらず認め許可を出しちゃった規制委員会、規制庁、どうなんだというような問題、それから、まあ、あのその後の新しい状況について、まあ、これはあのこの行政福祉審査の進行とはちょっと別に、まあ、せっかくの場なんで規制庁をあの起こさせるわけですので、まあ、あの各細かい技術的な部分の方がゾロッと揃ってというタイプのヒアリングにちょっと今日はならないと思うんですが、まあ、一応あの担当が3人出てきて一応質問をあの簡単には出してありますので、まあ、その回答が出ると思います。なので、まあ、その質疑ということで、まあ、目いっぱいその第2部の方で詰めていきたいという、まあ、そんな内容のことをしようとしています。まあ、あの以上、まあ、簡単な最初の説明です。はい、日田さんありがとうございました。
今日3つの団体がこの東海大について審査請求を去年から出しているんですが、それぞれの団体がまだほとんど進んでないんですね。でこれはもうあまりにもひどいということで、それぞれの団体の方に呼びかけて一緒にここで抗議する行動をすることになります。中身は今日田さんが話した通りです。そして一つ目の団体として日田さんとそれから山崎さんと私が総代になって提出しています。それは、設置変更許可と去年の設置変更許可と工事計画認可とそれから運転延長と、大きくは適用性と運転延長の2種類です。で、それぞれちょっと挨拶だけし、今日田さんしゃべるの、私木村ですしゃべります。で山崎さん一言お願いします。山崎です。かなり技術的なところを私たちの審査請求では出しているかもしれませんが、回答弁明書というものが送られてきたんですが、弁明書についてはもともとこちらが不服申し立てをしている審査書のコピーをつけてきて、その通りという何て言うんですかね、異議を申し立てるのは審査書の中身なんだから、審査書の中身をもう一度示されたってこれ回答になるわけがないんですよね。というまあ普通に言う言葉で言うならふざけた対応というのをしてくれましたので、ちょっと今日はその辺一体どういうつもりなのかというところは正したいというふうに思います。はい、ありがとうございました。それでは大石さんのところからお願いします。こんにちは。東海大 の、 原発訴訟を原告団のを中心にして審査請求を出した、ここで言うと C でやり取りをさせていただいておりますけれども、私たちが一番遅くて12月の25日に、ちょうど、9月に出て3ヶ月以内ということでしたっけ、25日に提出しているんですけれども、でその後7月中にはっていう意見陳述ということだったんですけど、その後また全く音沙汰なくなってしまっているんで、この辺の部分も含めて経緯を聞きたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。それでは水田さんと坂上さんと武藤さんのところでお願いします。はい、どうもこんにちはですね。刑事規制を監視する市民の方、坂上といいます。で私とそれから三田さんとそれから武藤瑠衣子さんの3人が総代で、ここで言うと審査請求 B って書いてあるやつなんですね。中身はもう刑事的起訴だけに絞って、設置許可の取り消しを求める審査請求を昨年11月28日の付で提出、しました。で手続き上の問題ではここに書いてあるんですが、その、総代の5000署にその請求人の押印が必要だっていう指示が出て、それはなんか、300人ぐらい300何人いたのかな、だから全員のまた判子を取り直すというのは無理だったんですけども、一応取れるだけ再度お願いして取って、出してという形をしたんですけども、ただ一方で九州の、北岡さんか、もう彼もこの件はすごくこだわりを持ってやってるんですけども、その応援が必要かどうかっていうのは相当総務省の人にもなんかいろいろ聞いたりして、実はそんな応援はいらないんだみたいな話もありましたので、そこはちょっとちらっとでも聞いておきたいなというふうに、思います。あとはやっぱりその今結局東海第二原発は、多分この経理的な問題で、工事にも取り掛かれないっていう非常に状況が続いていて、本当に東電と東北電力が支援ができるのかどうかっていうね、だからある意味その許可を出したその条件が本当に、実際上揺らいでるっていう状況にあると思いますので、その辺も含めて、そういうのが非常に意味のある請求だったかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、坂上さんありがとうございました。
最初にちょっと日田さんから話しましたが、第1ステップ1番目の方は総務省と規制庁に来てもらって、この今話したような3つの審査請求がもう滞っている、その問題とか押印を要求されたとか、その辺の手続き上の問題を総務省の前で追及しようと思っています。それから第2部では、それ以降このみんな審査請求出した後状況の変化がありまして、一つは今経理的基礎についてなんですが、東京電力はもう出さないかもしれないみたいなこともはっきりと言っちゃったっていう、これ山崎さんが見つけてくれた IWJ のホームページに、ね、今アップされてますけども、そういうことがあるので、もう一回経理的基礎をもう一回差し戻せっていうことは言いたいなと思っています。それと同時に特需の問題とか、それから坂上さんのところでずっと追及されてた大山の火山の勾配の問題で、そういう問題も全部バックフィットということで、なんかかっこいいこと言い出したんですよね、規制庁がこの3、4ヶ月一件、ただし実際には止めては何もいないんですけど、でそのバックフィットをどういう場合に止めて、どういう場合に止めないのか、その辺もはっきりさせたいと思って聞こうと思ってます。それと最後にこれはおまけでつけ、資料にはおまけでついてるんですが、文藝春秋のコピーを出してます。木村敏夫さんの、これも山崎さんからもらったんですけど、木村敏夫さんの文章、最後に書いてあるように、もうこれが確かだとすると、もうどの原発も今急遽動いてるのに全部ダメなんですよ。でこれが究極のバックフィットじゃないかというふうにして攻めたいなと思っています。それはまあ言うだけでしかなかなか向こうはそういう中身の応じはしないと思うんですが、まあ、そんなところも後半では攻めたいと思っております。ちょっと私時間勘違いしてて、もうすぐあと 3,4 分で、復興庁、総務省と規制庁の方が来られると思います。20日が25日ぐらいなんですが、院内ヒアリング集会、ずっと当会の審査について私たち山崎さんとか伊沢さんと一緒に攻めてきたんですけど、そんな中で10月25日の最後の時ですね、もう地震動についてスタビライザーが壊れるということで、もうこんなじゃダメじゃないかと、もう向こうは答えられなかったんです。担当の正岡さんっていう人がで、まあ、10人ぐらい担当が出てきてたんですが、答えられなかった。こんな状態ですぐその1週間か2週間後に運転延長 OK 出しちゃったんで、これはもう絶対許せないと、早く攻めようということで大急ぎで出したんです。大急ぎで出したんだけど、それが11月27日なんですが、出したんだけど未だにまだ何の話も聞けなくて、弁明書もその審査書参照という弁明書がついただけだということです。で向こうは行政福祉審査法というのは3年前に変わっていて、前の調子でやろうとしてたんです。それで大石さんのところが6月18日でしてね、こっちが19日だったと思うんですが、1日違いで一応意見陳述の予定も入ったんですよ、それぞれで入ってたんですが、6月10日ちょっと前ぐらいにいろいろ新しい調べたら弁明書を出せとか、そういうのを、日田さんにも教えてもらって、それを出したの。それを要求したら、で審議員っていうのは新しい制度、これから話聞きますけど、それができるはずだというふうに言ったら、向こうがもうちょっと延期してくれって言ってきたんです。そういう経緯がありました。審議は決まったんですか？いや、審議員を立てないというふうに今言っています。まあ、それが法に適正なのかということがついています。ちょっとまだ少し2、3分あるみたいで、あるいは茨城にある東海第二原発のことで、広く皆さんに、一緒に戦っていただいて、今日ここでさっき言った差し止め訴訟団の大石さんで、私もその一員でもあるし、首都圏連絡会っていう、東京圏全体での運動ができて、そちらをつなぎ合っておりますリードですが、それから今こちらの、茨城県議会議員の藤井さん、はい、ちょうど今日来ていただいて、茨城から今3人おります。で、さっき坂上さんの方から金が結局出ないから何も進んでないという、
大まかそうだと思います。ではっきり言ってば中で一つ一つのがわからないし、まあ、ちょっとエジプトさんのが1分でもちょっとわかることがあって教えていただきたいんですが、まあ、原電の方は4月になって内部組織機構を作って建設部みたいなものを作ってようやくこれから、まあ、やるという体制は立てたということにはなってるんですが、まあ、目に見える限りでは防潮堤なんかが1000億ぐらいかかる大きなことになると思うんですが、まあ、その下の、まあ、基礎までも言ってないかな、地面を悪く片付けるとかっていうようなことは航空写真なんかで分かりますけれども、まあ、本格的なところにはともかくやっぱり金のあれが結局はその東電、まあ、東京電は分かりませんけれども、やっぱり主要に東電が決着つけられないということ でそれがなければ実質的には何もできないに近いというような、まあ、状況はあります。でそういう中でちょうど去年の、まあ、秋までにいろんな許認可が終わったんですが、年を超えて1月から茨城県当局が規制庁を呼んで県民に対する説明会っていうのを、まあ、6回ほど1、2月にかけてやりました。でそれが1クール終わったところで4月から原電が、まあ、初めてではなくて、まあ、毎年恒例行事みたいに周辺の絵の説明会と称するあれはしてはいたんですけれども、まあ、改めて県の説明も終わったところでということで、まあ、構えて30キロ圏の14市町村20カ所で結構こまこま説明会を4月から6月にかけて、まあ、やってきたっていうのが、まあ、住民の方で見えていく、まあ、動きという状況です。でそういう中でそもそも、まあ、規制庁自体が安全だという新規制基準の適用性の許認可が終わったということは安全ですかと聞くと、いや別に安全だということを担保できませんと、あくまでも新規制基準に適合したかどうかの調整審査だけです。でしかもその時に今特需って今僕らある意味では分かってるようなあれなんだけど、1年前の時点で特需なんていうことがちゃんと話題にもその、ま、知ってる人は知ったりしたんだけど、まあ、新規制基準にあってもそれを全く表に言わなかった。だから今回問題になってる許可にも工事計画の認可にも特定重大事故等対処施設というやらなきゃならないことはもう7年前か6年前決まってたことについては全く審査されていない、まあ、審査以前に申請もされていない。で、まあ、もうすでに再稼働しちゃった充電の産の仙台だとかその他のところは、まあ、ようやくそれでもこの特需についての審査が終わって工事しているのは仙台だけで、他は、まあ、事実上も工事も始めてるけれども最終的な許認可が終わってないけどもという、まあ、そもそも間に合いっこないような だからある意味住民なんかに対する説明も我々が議論することもできない、まあ、しかもテロ対策施設だということで基本的に隠しちゃってるという問題もあるんですよね、まあ、そのことをちょっと今更だからある意味では特定重大事故対処施設について触れないで許可したこと認可したことっていうのはそもそもがこう何だろう足りないんじゃないかということを今ははっきりと言っていかなきゃいけないと、まあ、それさえすれば再稼働がいいわけでは全然ないんだけども、彼ら自身が決めていて、まあ、猶予期間は、まあ、そのことの適否はと思うんですがあったにしても、だけどそのことを表に出して許認可の議論もされてないということはちょっと改めて確認したいなと思っています。で東海大に限って言えば4月5月ぐらいの原電地震がさまざま説明しておられていれば、まだともかくその要するに設計というかその申請書を書くための前段の作業そのものが、まあ、始まってないとは言ってないんだけど、まあ、事実上できてもいない。で他の電力の様子を資料を集めているということしか4月時点では言えてないというのが今の状況なの でかつこれをやるとやっぱりプラス1000億ぐらいになるので、一応今までのところは1740億、それがまあ用立てられないで工事が進まないんですけど、まあ、その1000億程度含めて約3000億っていうような、まあ、話そのものでも本当はニッチもサッチもいかない、まあ、だからある意味しっかりとこうもう、まあ、規制庁には許認可を取り消させて、そして原電には諦めろというのが、まあ、一番いい、まあ、さまざまな原発サイトごとのいろんな事情はありますけど、東海大に関してはやっぱりそういうことできちっとここでなんとか止めたいし、まあ、止められる可能性があるサイトだというふうに思います。今日参加させていただきます茨城の県議会議員をしています江尻と申します。
こういうインナーヒアリングは私自身初めて今日参加させていただくんですけれども、茨城県の行政との関係で言いますと、日本原電が防潮堤をいよいよ工事を進めるということで、敷地の中に土木建築室を、置くと置いたというふうになっているんですが、ご存知のように東海村と茨城県と日本原電との間でいわゆるこう安全協定でございますよね。で、原子炉に関係する重大な施設の新設とか増設をするときには工事に対して村と県の事前了解、要するに了解を得なければならないというふうになっていて、まさに防潮堤っていうのはこの重要な関連施設なので本格的な工事を着工する、要するに着工するためには村と県の了解が必要だっていうことで、これは両者の認識は一致してるんです。ですから私たちは再稼働に向けた防潮堤の工事をまずは認めないっていうことを行政に求めてきてるんですが、実はもう村と県は去年の段階で工事の実施自体には反対する理由がないということで事前了解をもう与えてるんです、文書で。で、私たちは日本原電が再稼働してもしなくても防潮堤っていうのは安全対策上必要なものなんだということで言い張っていて、県も村も安全対策工事だから必要だ、反対できないってことでもう工事自身は認めてしまってるんですね。ただそれが本当に再稼働のための工事なんだっていう認識があまりにもこうないというか、思うんですけれども、その工事の着工を認める文書の中に工事は認めるけれどもこれをもって再稼働を認めることにはならないというダブルスタンダードなんですね。ただなし崩し的な工事を着工を認めておいて実際に工事ができてその後に作ったけどダメだよなんていうことが本当に、通るのかということでは、こういう重要な関連施設の工事そのものを認めるか認めないかっていうことが今行政的には大事な姿勢かなと思っています。茨城県は全国で初めて村と県だけではなくて周辺の5つの市にも事前了解権を新たな協定で与えるという新しい安全協定ができたのはご存知だと思うんですが、少なくともこの周辺の自治体はなし崩し的な工事は認めないというふうにまだ頑張ってる首長さんもいるので、県はそういう経験に認めてしまっているんですが、周辺の地元の市町村のそういう、言い分を、応援してとにかく安易な工事着工には、同意できないっていうふうにしていきたいなというふうに思っています。茨城県自身も独自検証を行うということで規制庁が認めてしまったものを茨城県が設置している専門委員会で今独自検証を進めていて15回ですか14回やって、専門の委員の先生から質問が出されるたびに日本原電がこういちいち説明したり答えたりするんですが、その場では答えられなかった後日説明しますという持ち越しの宿題が206項目に上ってるんです。ですから規制庁が認めたとしても県独自の検証をやるという、少なくともここはやるというふうに県は言っていて、規制委員会の審査が通ったのに県レベルの委員の皆さんの質問にパッと答えられない、そういう項目がもう200を超えているっていうことで、地震対策も津波対策もそうですけれども、そういうことが今の現状なのかなというふうに思っています。あともし今日分かればと思うんですが、さっきから言ってるテロ対策特殊施設ってどのぐらいの敷地の面積が必要になるのか、どこに作ってもいいってことではないと思うんですが、東海第二原発の敷地ってそうは広くないので物理的に作れるのかなっていうふうに私はいつも現地視察をするたんびに思います。それは一応特需入れてますので、第2部でそこで聞きたいと思います。今仙台ではもうかなり急ピッチで24時間体制で作ってるそうなんですね。でそこの面積よりは大体分かるかもしれない。
もあ一応あの今規制庁4人来られてるので入れます。ちょっと一つだけあのちょっと訂正なんですが、あの県と東海村が認めたのは一昨年の11月で、あのちょうどその新協定っていうその一新ご支援一存のそれとの関連のそれが去年の3月30日その前にあの東海村茨城県との間でドタバタっと一応出しちゃった。でだけど新協定ができたんだから新協定の精神からすればやっぱり今江口さんがおっしゃったようなことで、でそこも大きな、まあ、論点になって、まあ、ごちゃごちゃしています。それから、はい、じゃあ入ってみます、それでは新行政府審査法に基づく審査請求を問う規制委は東海第二原発の審査請求から逃げるな総務省原子力規制委員会委員会ヒアリング集会を開始します。そちら向こう側の4人の方が規制庁の方です。それからこちらお二人が総務省の方で、あの行政府審査法 についての説明資料も今ここで皆さんにお配りしています。あのお持ちいただきました。ありがとうございました。あの私どもこちらのにいるのはそこにもあの質問書にも書いておりますが、3つの審査請求、3つの団体が審査請求を出しているんですが、その審査請求を出している人たちとそれから一般の市民の人たちがここにおりまして、この審査請求もうどうするんだっていうことを総務省の人と一緒に考えたいと思って、この会を催しました。それで、最初の1時間は総務省の人にも入っていただいて、この審査請求について、行政福祉審査法について学びながら、あのやはりこの今のやり方ではまずいんじゃないかということを強く訴えていきたいと考えております。それで質問書にありますこの大きな一番について、まず、一つ目の行政福祉審査法についてこれ簡単にお答えいただきたいと思います。それからお話しいただくときには名前と所属とお願いします。じゃあ、私も申し遅れました。木村と申します。よろしくお願いします。それではお願いします。総務省行政管理局の大塚と申します。であのお手元にですね、行政福祉審査法の概要という横のカラーのペーパーをお配りしましたので、そちらを見ていただければと思います。まず最初にご質問のあった件なんですけれども、質問 1-1、法の目的趣旨を簡単にご説明くださいと、確認させてくださいということでございますけれども、あと合わせて質問 1-2 とつきまして、2016年4月施行の改正行政福祉審査の改正ポイントを簡単に確認させてくださいという点についてご説明させていただきます。まずお配りしましたあの横のカラーの用紙のですね、1枚目でございますけれども、行政福祉審査法の目的としまして、一番上 あのオレンジ色の枠でくくったあのところでございますけれども、目的としましては、簡易迅速かつ公正な手続きの下で、行政庁に対する福祉申し立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するというのが法律の目的でございます。簡単に申し上げますと、簡易迅速かつ公正な手続きで国民の権利利益の救済と行政の適正な運営を確保するというものがあの 目的でございます。で続きまして、改正法のポイントということでございますけれども、1枚飛ばさせていただきまして、3ページ、行政福祉審査法の改正概要とございます。これも主な改正内容ということで、中ほどにオレンジ色の枠組みの部分がございますけれども、改正した部分についてはあのこちらに書いてあるように、まず、福祉立て構造の見直しということで、前は、大まかに言って3種類ほどのですね、あの福祉立ての種類があったんですけれども、審査請求というものに一元化して、まあ、分かりやすさを図ったということでございます。で2番目として公正性の向上としまして、森林制度の導入ということで、原処分に関与していない等の要件を満たす森林が審理手続きを主催するということでございます。
2ポツ目、行政福祉審査会等への諮問手続きの新設ということでございまして、審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックをするという仕組みでございます。3ポツ目でございますけれども、審査請求人等の手続き保障を拡充するということで、口頭意見陳述における処分庁等への質問というのを旧法では認められていなかった部分について認めるといったことをしております。あと使いやすさの向上の観点から旧法では60日以内に審査請求をするとされていたところを3ヶ月に延長しております。一方、手続き面で手厚くした部分がありますので、迅速性の確保というのを別途確保しなくてはいけないということで、標準審理期間を設けたり、争点等の整理手続きという手続きを設けたりしております。で、救済手段の充実拡大ということにつきましては、採決に合わせて申請人用処分を取る措置を新設しております。簡単に申し上げて、改正法と法の趣旨については以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは次の2つ目の質問、3つの東海大に審査請求の状況ということで、これも文書は質問で書いてお渡ししてるんですが、ざっとそれぞれの審査請求についてお話しさせていただきたいと思います。まず審査請求 A ですが、山崎久隆さん、日田慎一郎さんと私、木村正秀が総代で出したものです。で、提出したのは適用性審査について11月27日、それから運転期間延長について今年の2月2日に提出しております。で、その後、何ら進展しておりません。一つは年末年始にかけて連盟者の応援が必要だと言われて、それでだいぶ苦労しました。それから団体連盟というのを今回入れたんですが、それについてもいろいろ質疑があって苦労しましたが、それは何とか認めていただきました。で、ところが実際にはその後意見陳述早くやりたいとこちらから声を上げてたんですけど、なかなか進まなくて、やっと6月19日に6月の何日かどれか幅を持たせて、これ選べって言われて、一応 両者で合意して19日にやることになったんですが、その前の、6月10日のちょっと前ですけれども、やはりちょっと延期してくれと言って来られました、規制庁から。で、それで結局その後も7月中とか何度かメールしたりしてたんですけど、返事がなくて、そんな中でちょっと議員さんと相談して、今回のこの催しの企画をしている最中に8月4日に下にあるような返事をいただきました。で、審議を早く決めてほしいというお願いしてたんですが、これは決定しないというような返事、それから審査一応担当者はこういうふうに藤森さんとか決めたよということ、それから弁明書を早く出してほしいって言ってたんですが、一応弁明書を出していただいたんですが、1ページだけで審査書参照という程度のもので、これは後で総務省さんに伺いたんですが、これが本当の弁明書ですかということを伺いたいと思っているぐらいです。それから審査請求受理されたのは2つの審査請求それぞれ、今年の初めとか2月なんですが、ずっとアップされていなかったので、これも強く要望したところ、一応、8月の初めでしたが、7月の末だったかな、29日に一応アップされました。で、今現在その返事と一緒に意見陳述会いつやろうか、で9月のこれがいい、3ページ目ですけど、これこれがいいけど、これでこちらの返事を待つっていう状況です。で、私たちは今今日の会議終わってからどう対応するかを決めようとしております。それから今回こういう取り組みをするきっかけになったのが、私たち去年5回ほどこういう院内ヒアリング集会、で規制庁の実際のこの東海大の審査をやっている人に来ていただいて、いくつも質問を出して答えていただきました。で、最後のが10月の25日だったと思うんですが、そこでももうそこで設置変更許可も OK になってたんですけど、それでもこんなのおかしいじゃないですか、こんなのおかしいじゃないですかっていうことをそこにいる山崎さんが突きつけたら、そこに、その時いらっしゃった方いらっしゃらないかもしれませんが、皆さん
7人ぐらい、地震担当で4人ぐらいいらっしゃったんですけど、どの人も明確に答えられなかった。明らかにもうこれはもう不合格だと私たちは思ったぐらいでした。でところがその後もう11月7日に運転延長 OK っていうのを出された。こんなの許しちゃいられないと私たちは思って大急ぎで提出したのが11月27日です。でそういう我々は急いで早くもう止めようと思って出したのが、ところが半年以上こうやって待たされているという現状です。以上は審査請求 A です。じゃあ B をお願いします。はい、B の方はですね、総代が満田、坂上、武藤3名で、昨年の11月28日付で、現職選委員会の、適合性審査の、設置変更許可ですね、原子炉設置変更許可の処分に対して、処分の取り消しを求める、審査請求を行いました。中身は経理的起訴、になっています。で、その後審査請求に全員の押印が必要だという指示がありまして、でこれに対して、2019年4月15日に、提出をしています。その後は特に経緯はありません。はい、ありがとうございます。大石さんお願いします。私ども3つ目 の資料の中では審査請求 C というになってますけれども、相沢、郡司、私、大石の3名の総代で提出しております。4つ の許認可についての委任審査請求をさせていただいておりますけれども、昨年の12月の25日に、提出して、よくやはり先ほどのように、印鑑が実印が必要だということで、審査請求人の、追加等も含めての補正をするのに、結構時間がかかりましたけれども、2月に入って、規制庁の山田さんから、連絡がありました際にですね、この法行政復興審査法に対応した規制庁としての内規を、出してください、教えてくださいってお話をさせていただいて分かりましたということだったんですけれども、一向にどういう手続きをするのか私たち市民よくわからないものですから、あれを出せこれを出せ実印でないとダメとかですね、でどういうふうに審査が進むのかということについてもわからないものですから、規制庁の方の内規を出してほしいということを2月の5日にお願いをしたんですけれども、その落とせたない状態です。で4月に入って5月6日月中に意見陳述会を開催するんで、都合のつかない日時とか出席する人間意見陳述者を5月10日までに出しなさいということだったんです。で出したわけですけれども、5月の末になって、6月の18日に、意見陳述会を、調整を予定するんで6月5日までに出席者を出せということで出したわけですが、その時の質問についてもですね、かなり6月5日までにその資料を出しなさい、会議室は10名程度しか入れませんっていうようなことで、パワポをダメっていうような制限がつきました。でところが6月の7日に入って山田さんの代理の方、島田さんという方から6月18日に開催が難しくなったんで7月以降、開催方向で再度調整したいという、ことだったもんですから、どういう手順で行われるのか、前も内規も出してほしいとお願いしたんですけれどもというのをお伺いしましたら、それも確認してお伝えしたいという、こと、それを最後に6月の10日を最後に
全くもう連絡がなくなっているというような現状です。はい、ありがとうございました。まあ、すでに質問文に入れてたことですが、審査請求 ABC それぞれの事情をもう一回確認させていただきました。それで質問2の1から2の3について総務省からお答えいただいてよろしいでしょうか。質問2の1、これらについて総務省のご意見を聞かせ願いますという部分についてお答えいたします。先ほど申し上げました通り、行政福祉審査法の目的は簡易迅速かつ公正な手続きによる国民の権利利益の救済と行政な適正な上の確保でございます。各審査庁においてはその法律の趣旨を踏まえ、各審査庁の責任において計画的に審理手続きを進めていただく必要があると考えます。総務省としては各審査庁において法律の趣旨に従い適切に処理を進めていただくべきものだと考えております。いえ、質問は3つの、それで審査の状況は、これもう8ヶ月何も審査もしないで、意見陳述も聞かないで、そして弁明書もいい加減の弁明書しか来ない、まあ、我々にだけは来て他のところは来てない、こういうことが起こっているということを例示してるんですから、それに対して総務省、この行政福祉審査法を見る、これを管轄する総務省さんとしてはこんなのでいいんですか、そのことをお聞きしたいんです。まずは先ほども申し上げた通り、法律上の仕組みとして各審査庁が責任を持って処理を進めていくべきものとなっております。法律を所管している統合としましては、各審査庁が法律の趣旨を踏まえ適切に対応していただくべきものだと考えております。いえいえ、何か聞いてみます。これが適切だって言うんですか。安倍政権でいつもそうですけども、安倍って一緒じゃないですか、あなたのことは。で、一つはまずそれぞれの審査請求で押印を要求されました。で、これについては別のもう2年前に出した審査請求、福岡の方から出した審査請求に対してもごく2ヶ月ぐらい前に規制庁から応援しろって言ってきた。で、それに対して総務省の方にだいぶ質問を言ったはずです、北岡さんという方から。そして最終的にはこれはもうなしでいいだろうということになったというふうに聞いてるんですけど、これについてはどうですか。応援については、連盟者の応援について、はい、総代を今回誤選しているケースだと思われるんですけれども、総代であるということの資格を証する書面をですね、審査請求にはつけなくてはいけないというのが施行令で決められております。で、その施行令上は運用とか解釈に任されている世界なんですけれども、要するに単にですね、審査請求人の名前が例えば印字で書いてあるような場合にはですね、その人が本当に総代であるかどうかということを証明することがなかなか難しいと思われますので、一般的には押印あるいは自筆等の手段によって申請性を確保するような手段が必要だと統合としては考えております。ただそれは福岡の方からのに対してはもう、まあ、いいんじゃないかというような返事をいただいたというふうに私、まあ、聞いてるんですけど、そういう解釈でいいんですね、総務省としては。今の解釈、個別に具体的な問い合わせがあったということについては個人情報にかかることですね、当方では外には一切出しておりません。合わせてこの運用について申し上げますと、総代を誤選するような場合にはですね、ただ印字で名前が書いてあるような場合には、本当にこの人たちの総代であるかということを証する書面を審査請求書につけなくてはいけないということになっております。で、その際には一般的には押印ですとか、あるいは押印ができないような場合は自筆による署名等というような運用で申請性を担保することが必要だと統合としては返しております。はい、これについてあまり長く言うつもりはないんですけれども、はっきり言っておきたいことは、改正前の行政福祉審査法では必要なかったんですよ。名前の羅列で
そのテキストとして送ればそれで済んでたんです。私は3回ぐらいそれやってますから。 ですけれども、この使いやすさをが売りのはずの新行政府審査法になってから規制庁がやたら印鑑を押せ押せって言ってきたんです。おかしくないですか？おかしい、おかしい。よろしければ規制庁側からご説明をさせていただいてもらって、はい、私は法規部門の松岡と申します。よろしくお願いします。私どもとしましては、総務省さんから個別のその運用について私どもが委ねられている立場だと思っているんですけれども、旧法の時も新法の時もその総代の資格を証する書面というのは皆様にお願いをしないといけないものでした。で、木村さんからいただいたものを含めてずっと旧法の手続きをやっていて、でこのほど新法の手続きも始められるという算段になったことをきっかけにですね、ちょっと法の趣旨に立ち返って私どもでそもそもどういった書類をお願いするべきかということをまた検討させていただきました。でその中でですね、大変皆さんにはご苦労をおかけするんですけれども、先ほど申し上げたようなその総代の資格を送付する書面の申請制というのをですね、お手数ではあるんですが、応印などによってちゃんと確保するべきだろうという結論に至りまして、お願いをさせていただいた次第です。ですので、その旧法からその新法に変わったことが直接の原因というわけではなくてですね、それは私どもの中で運用の見直しをした結果、皆様にお願いをする算段になったということになります。その運用の規則、よろしいですか。運用の規則を出してくださいって規制庁に何度も何度もお願いをしてるんですけど、それは秘密になってるんですか。もう6ヶ月お願いし続けてるんですよ。内規があるっておっしゃるもんですから、今のようなね、例えばその総代の信憑性を確保するのに押印をすることになってるとか、そういう内規があるっておっしゃるんで、それを見せてくださいって言ってるのに、どうして出してくださらないんですか。もちろん直接ちょっとそのご用命を賜った立場ではないので、ちょっと申し上げかねるんですけれども、ご依頼いただいて何もかかわらず相当対応が遅れてしまっていることはですね、規制庁としてお詫び申し上げないといけないと思っているんですけれども。あるんですね。ただ内規自体はございますけれども、ちょっと一点この場で申し上げておきたいのは、その内規というのは特段ですね、押印をお願いしますとかそういった手続きについて定めているものではなくてですね、書いてないもの、そして審査請求側はもうそれ大変だから やめたいって言ってるのに、どうしてそれをこだわって出させてるんですか。内規にはないのにあなたの判断で出させたんですか。私どもで判断をしてそれはお願いをいたしました。で、皆様にそのご苦労をおかけしているのはおっしゃる通りなんですけれども、私たち審査庁としましてはですね、その総代の資格を証する書面というのが本当にその、どの案件だから疑っているというわけではなくて、その審査請求人の方たちがご自身の意思でちゃんとその総代を選んでいるということがですね、ちゃんとそれはそれで私たちは確認をしないといけない立場でございますから、そこはお願いをしているということです。いや、まだ審査じゃ内規には何が書いてあるのかさえも我々は分からないんですよ、市民は。なのでどういう手続きを取るのか、あるいは規制委員長の今回の処分庁と審査庁が一緒 でじゃあ審査員も設けないとかっていう話も突然この間、審議員ですか、初めて聞くわけですよ。一体どこにそういうことが明記されているのか、それが内規があるんだったら今日出していただけますか、ちゃんと。で、今のような審議員を設けるとか設けないとか、押印が必要だとかっていうようなことはまた別途どこでいつ確認されているのか、そういうものがあるんだったら今日出していただけますか。終わってからで結構ですから。内規自体をご提供することはちょっと持ち帰って相談をさせていただきますけれども、本当にできない。存在はするんですね。存在はしております。内規ですよ。内規はしております。それ秘密文書なんですか。はい、とんでもございません。すぐ出してください。透明性が売りの規制ですから、相談の余地はないです。だって内規として
行政文書として存在してるわけですよね。はい、そうです、はい、それは即出してください。相談の絵じゃないと思います。相談する松本さん、出しますって返事してください。遅れてすみませんの言葉が嘘ですよね、それね。いや、それでね、ちょっと返事聞きましょう。ごめんなさい、この場でご回答できる話じゃないんですけれども。ということは出さない可能性もあるということですね。電話していいですよ、本庁に、もし必要なら。ちょっと、はい、総務省さん、こういう態度でいいんですか。第三条委員会ですよ、独立性、誰も責める人いないんですよ、日本の組織に。その組織が、この行政福祉審査法に書いてある、あなたがおっしゃるように法律にちゃんとやるという、だけど、この改定して何が一番目的かというと、国民が訴えやすいようにする、使いやすさが売りだったでしょ、さっきの話でもありましたように、あまり言われなかったけど、だけど使いにくさですよ、この内規は披露はしないが、犯行をせという、それで犯行は実はですね、署名よりひどいんですよ、ね、署名だといちいち名前書けば、順番に書けばいいけど、その場で同じページに全部押せって最初言ったんですよ。いや、そこに揃わないと。いや、経緯を、事実関係で言うとね、今おっしゃられたようなことって全然ないんです。私も以前、法律改定前には、押印なしのものを出して、それを受理して、別に何も言われませんでした。で、普通に通してました。で、同じ手続きで、出したら、応援が必要だと。で最初は、山田さんとメールのやり取りだったら、あるいは電話で直接やり取りを、してきて、でどうしてなんだと、以前は OK だったではないかったら法律が変わりましたと。で総務省に相談したら応援が必要だということになったんだというふうに言われたと、それで書面、応援の書面が必要だというふうに、まず言われたのと、それからね、そこから先ね、これまでは電話なりメールなりで一対一のやり取りをして、いわゆる相談の形だったんですけども、いきなり郵送で、文書が送られてきて、なんかもう命令なんですよ、ね、1ヶ月以内にね、補正書を出せと、ね、もう出さないともう受理しないぞっていう脅しすぎの命令ですよ。何ですかこれ。でしかもさっき押印なしは署名って言われましたけど、とにかく押印しろと、押印の署名、補正書を出せと、でここと、でそれを出さない限りはダメだと命令になってましたよ。命令で犯行がついて、そうなんですね。で電話したね、電話したらもうこれ以降のやり取りはとにかく郵送でないとダメだみたいな。休みが多いんですよ、編集長の、この担当の方は休みが多いんですよ。年末に本当にしようかって電話したら出られない。でさっきのね、福岡の方はやっぱりそれに腹を立てて、で総務省に確認したら、いや手続き上何か応援しなければならないとかね、あるいは署名をつけなければならないっていうものは、そういうものはありませんと。で規制庁の人に連絡したら、じゃあ今回は OK ですみたいな、なくてもいいですみたいな。何ですかこれ。どうなってんですかこれ。内規も見せない、自分が好き勝手に止めたり止めなかったりする、出させたり出させなかったりする、おかしくないですか。何点かご説明をさせていただきたいんですけれども、説明だけか。ご説明まずさせていただこうかと思うんですけれども、ちょっとあまり個別の事案について申し上げるのは何かと思うんですけれども、福岡の事案はですね、その審査請求人の総代の方に、押印をお願いしますということを申し上げていて、でちょっとご本人が応じられないというご回答をいただきましたので、直接押印をされていなかった審査請求人の方に押印をお願いして、で押していただいたという経緯がございます。で後のですね、おっしゃる通りいきなり文書を送りつけてきてとかいうのは非常に不信感を募らせていらっしゃるというのは、私個人としてはおっしゃる通りかと思いまして、ちょっとそこについてはですね、私どもご説明が足りてなかったことが非常に申し訳なく思っております。いや申し訳ないと思うのは、内規を早く出してください。内規を出して問題なかった。行政不服っていうことはね、大丈夫だと思ったらこんな不服で審査なんか
要請しませんよ。どうでしょう。原発という危険物に対する心配があるからこうやってみんなが不服審査を出してるんじゃないですか。それに対してなんで早急にやらないんですか。どんどんハードル上げてどうするんですか。全く逆のことやってるじゃないですか。 あなたたちの頭は本当おかしいですよ。はい、あの何あじゃあちょっと私の方から、あのそちらの、ま、審査部門のこの件について担当でやり取りした方からの、木村宛てのメールの中で、当方としましても新法になってから初の対応ということもあり、内部での運用の検討や調整等に時間を要してしまいましたということから、まあいろいろなっていますが、本当に新法この3年の間に初めてのケースが全くなかったんですかというようなことが一つ。それからあとはこの総務省とも絡むんですけども、この新法の中であの標準審理期間っていうのを一応定めていくと、まあ、絶対かどうかというのはありますけれども、まあ、それでその勘弁でかつ審議はすると、まあ、入り口の段階でこれだけのことをごちゃごちゃになっているという、まあ、もっとそれ以前の問題ではあるんですけども、だからある意味ではその夏印がうんぬんなんてことについてはその受理を、まあ、受け付けたところで何らかのパンフレットか何かで相談方式やる場合にはこのようにお願いすることになってますということを紙を渡したり一言説明をすればすぐ、ただそれがそこに至るまでに、まあ、あの数週間だったり2ヶ月だったり現実にしてきていて、そして挙句の果てに半年後くらいに、まあ、進歩は初めてだからまだボタボタしてますっていう、まあ、これはまあ弁解なのかもしれないですけど、本当にそんな状態を規制庁はこの行政福祉審査の扱いについてやってるんですか。まあ、まず一つのこの新法で初めてのケースなんですか、申し立ては。案件自体はですね、この東海第二より前に一つ審査請求をいただいているものがございます。で、ちょっとこの新法で初めて の、 対応でしてということを申し上げているということなんですけれども、まあ、その新法以前の旧法の段階からですね、まあ、具体的には平成28年4月1日より前にした処分についてなんですけれども、審査請求を今まで行ってきておりまして、で大変お恥ずかしながら現状まだそういったものについての対応を進んでいる状況、着手をまだ現時点においてしている状況でして、それでまあ、前にですね一件、まあ、審査請求が新法の段階のが出てきているんですけれども、この段になってですね、その、まあ、具体的な運用の検討をしているというのがことの次第でございます。 ご回答になってます。でいずれにしてもちょっと内規を明らかにしてください。今はっきりしたようにこの3つの団体それぞれえらいいじめられたんです。私はさっきの坂上さんの話で思い出したけれども、年末年始だったんです僕らは。でみんなもう困っちゃって、もう私お急ぎで送ってもらったりしたんですよ。それも島田さんが連絡取れなかったから、ずっと山田さんで、そういうことまで3つの審査請求に対してこれだけひどい仕打ちをしてきたんですから、その内規を明らかにしてこれからはこうしますということを明らかにしてください。というかその内規が本当にできてるんですか。今のではまあその新法に基づいて具体的な処理についてまだ検討をしていると、まあ、もっと抽象的なレベルでのところの内規はあるかもしれないですけど、実際の運用についてまだ固まってないからごちゃごちゃなのか、それともそれはちゃんと固まってて我々についてしか説明がなされてないからこんな混乱になってるとか、いずれどちらなんですか。内規自体は先ほども申し上げたんですけれども、その応印をお願いするですとかしないですとか、そういった具体的な運用の話をしている内規ではないんですね。なのでその内規 その進捗状況の話と今回そのちょっとお時間をいただいている話とはまた関係のない話になります。いいですか。総務省の方もいらっしゃるからなんですけれども、この今日いただきましたこの資料の1ページ目にですね、私たち市民がその取り消し行政処分の取り消し訴訟に至るまでのところの6ヶ月以内がある程度一つの目処みたいな書き方をされてますよね。審査請求されてから
そういう理解でよろしいですか、その島さん。大塚さん、その上か、その観点からしますとですね、処分が出てから3ヶ月以内に必ず行政復帰審査請求をしないといけないって期限が決まっていて、法律で。でさらに、今すでに実態としてこの3つの審査請求が8ヶ月なり9ヶ月放置されているっていうのは、この訴訟取消訴訟までに持っていく6ヶ月以内にというような迅速な目処というんですか、これから総務省さんが法の趣旨から考えたときに、今規制庁で行われているこの8ヶ月以上にわたる放置というのはどう考えるんですかっていうのが最初のお話だったと思うんですよ。これに答えていただけませんか。行政事件訴訟法につきましては、法務省の方の所管ですので、あくまで一般論としてお答えするんですけれども、この法律、要するに今回、原子力規制委員会さんが行われた処分についてですね、その法律中に審査請求を経た上でないと訴訟ができないというような規定がない限りは、審査請求をせずに訴訟に進むことができますというような説明になります。構いませんよ、はい、そんなことは、そんなことを聞いてるんじゃなくて、そんな訴訟っていうのは市民にとって大変だから、簡便で迅速な手続きとして審査請求制度があるんでしょ、あるんでしょ。だからどうぞ勝手に訴訟してくださいって言ってるわけじゃなくって、そういうじゃなくて、市民のためにもっと簡便で迅速な審査をやりますよっていう制度がこれなんですから、これにおいて訴訟に行かざるを得ないように市民を追い込むような制度じゃないでしょ。申し上げますとですね、行政復帰審査制度と行政事件訴訟法というのは別の制度でございます。結構でしょう。じゃあここで言う6ヶ月以内っていう目処っていうのは、はい、これある程度目処なんでしょ。これこちらはですね、行政事件訴訟法上の規定ということになると思います。じゃあどこかで冒頭あなた説明されたようにですね、迅速さ、大体どのくらいの期間で早くその審査をするというようなことを新法でやっぱり明記していくんだっていうようなことをおっしゃいましたよね。迅速さ、その点につきましてはですね、3ページをご覧いただければと思いますけれども、はい、3ページのオレンジ色の中囲みのところでございますけれども、今おっしゃられたものは上から3つ目の使いやすさの向上の迅速性の確保というところであると思います。で、先ほどご説明した通り、審議制度の導入とか審査会の諮問手続きといういわば重い手続きが入りましたので、簡易迅速ということの趣旨が必ずしも果たせられないという懸念がありましたので、法律を作るときにですね、そうであってはいけないので、国民の方に、この審理については大体どれくらいかかりますよというようなことを示すとか、例えばいわゆるその大きな問題ですね、非常に大きな争点にかかるような復興審査の場合には、いろいろ論点があるので、まず争点を整理しましょうというような争点の整理手続きというのがあるということをここで説明させていただいたものです。ですので、こういった標準審理期間とかを定めて、各審査庁の方で定めるよう努めるというような形で規定を置いているところでございます。その規定に基づいて、規制、この原発の審査においての標準審査期間というのは、内規にあたりに書いてあると思うわけですよ、我々。ね？だって各審査庁で、こういう内規で定める標準審査期間というのを国民に対して明らかにしなさいっていうのが法の趣旨ですよって、大塚さんおっしゃるわけでしょ。だとしたら、規制庁はこういう、行政府この審査請求に対して標準での審理期間はこのくらいです、あるいは争点整理 の整理手続きはいつ大体このくらいで終わらせますよとか、情報提供はこうしますよとか、公表はこうしますよって、我々 の審査請求がついこの間ホームページに載ったことさえも当人に連絡ないですよ。突然ホームページに載っただけで載りましたよと。もっと言ってしまえば受理を
正式に受理しましたということさえも文書をいただいてないですよ。こういう手続きがおかしいって言ってる。でも使用準審理機関っていうのを内規で定めているのが定めなさいって本総務省が言ってるわけだから、ちょっと教えていただけますか。これ読んだことあるんですか。ご存知ですか。定めて定めているんですか。はい、定めております。おります。おりません、はい、現状標準処理期間定めております。なぜですか。個別の事案でですね、その処理にお時間をいただく時間がいろいろと異なるものですから、一概に定めることがまだ難しいという判断がありまして、現時点ではまだ定めてます。ただおっしゃる通りです。皆さんにお配りしたページ振ってもらったんですが、後ろから4ページ目ぐらい、4枚目ぐらいの私の名前で書いてある異議申し立ての記録をご覧ください。これ仙台の時から私たちが異議申し立てを出して、その結果どういうふうに処理したかって書いているんですが、仙台 その設置変更許可の処分が出たのが2014年の9月10日なんですが、異議申し立てを私たち11月7日に提出したんですね。そして棄却決定というのがついたのが2015年の12月11日、要するに1年近く経ってからです。でその間に2015年8月11日に再起動したんですよ。私たちの意見、その異議申し立てが全く生きない間に、その意見陳述は、その前にしてましたけど、少なくとも結果が出る前にもう再稼働されてしまっている。で同じことが、そしてこの時には石橋克彦先生、神戸大学の名誉教授ですが、地震の対価、それがあなた方が作った新規制基準の土俵に乗ってみても、この審査は違法であるって言ってるんです。そういう意見陳述をしたんです。それに対して、無棄却って返事来たんですが、その後の仙台高浜現高浜ですね、現在に今出てるんですが、それぞれについて、要するに仙台高浜について言うと、異議申し立てした後再稼働して、そしてもっとその後に棄却決定が来ると。分かります。全然機能してないんですよ、行政の審査法が。総務省こんなの黙って見てるんですか。分かってない。行政福祉法新法につきましてはですね、まだ施行されて3年ちょっとでございまして、ご指摘の通り運用面でおいて不十分な点があるということでしたら、当法の方で、いろいろ検討した上でですね、より良い制度にしていくべきだと考えております。さっき言わなかったですけど、さっき問題だった現在の件ですけど、現在はもうだいぶ前、2017年4月に出してるんですけれども、審査請求をもう現在は3号機4号機動いています。そして、こちらの意見陳述の申し出もまだ してないのかも分かりませんが、少なくとも今審査請求した状態で止まったままです。こんなのばっかりなんですよ。全く行政福祉審査法が生きてないじゃないですか。それを生かすのはあなた方の仕事でしょう。どうですか。ご指摘の通りですね、先ほど申し上げた通り、この法律の目的というものは簡易迅速かつ公正な手続きによる国民の権利利益と行政運営の適正の確保でございます。この法律の趣旨に従い、できるだけこの法律の趣旨を全うするような運用をしていくべきだと我々は考えておりまして、個別事案についてはともかく一般的な話として、この制度がですね、より良いものになるようしていくような努めているところでございます。追及したいと思いますが、ちょっと先に進めます。応援の問題も、それからスケジュールの問題も全くまともな回答は得られてないし、総務省はそれを分かりながら、なんか法律にのっとってやればいいんだっていうことしか言えない。あと、そういう審理を置かないっていう根拠一体そこに入ると思います。で、さっきお話しましたが、内規をちゃんと出してもらうということだけを確認してください。内規を出すというのはさっきからしつこく言ってるんですが、出してください。それ大丈夫ですね。大丈夫ですね。読んだ。見せられない理由があるんでしょ。いや
それでちょっと進めます。あのさっきお話ししましたが、私たちが出した審査請求 A ですね、 A で8月4日に回答いただいてます。私宛てのメールで回答いただいてます。これをご覧ください。これの、2ページ目ですね。その、審議員の決定、ね、これ審議員なしにするということを法律的根拠も一応具体的に書いて来られてます。で、私はこれを見て、あの総務省が出しているこのパンフレットですね、これ見たら一番に審議員による審議手続き、これが一番の売りだって書いてあるんですよ。で、あまりにも矛盾している。これについて総務省にお考えは、法律上ですね、はい、参上委員会につきましては有識者かなる合議制で慎重かつ公正な判断がされるものと制度上担保されると一般的には考えております。そのため参上委員会がですね、審査長になる場合には審議制度の諮問手続きについては置く必要ないというふうに制度上なっているということでございます。有識者の合議制っていうのは、その参上委員会はみんなが有識者だと思ってるわけですか。まあ、それとちょっとこの規制委員会が参上委員会ですよね、合議制で、規制庁がそれを決めておくというのは、処分庁はどこなんですか。まあ、それ規制庁の今回の規制委員会が処分庁で、審査庁はどこ、規制委員会、規制庁ではなくてあくまで全部規制委員会が本当にその5人のその中で自分たちが決めたものをそこに持ち込まれた行政の審査を自分たち自身がやるんですよ。だから例えばこれからその意見陳述をやったり、いろんな実際にそのあの5人の規制委員自身が全て実際に当たるんですよ。おかしいでしょ。細かい話を申し上げますと、その委員会がですね、その職員に高等意見陳述会の意見を聞かせることができるという規定がありまして、でその規定にのっとって原子力規制庁の職員が意見を受けたまわることになります。メッセンジャーはやるけれども、あくまでも判断をしたり議論するのは5人の規制委員会がやるんです。だけど、まあ、それとこれはまあ総務省なんですけど、やっぱりその分けるという、まあ、その審議員という人はともかくとしても、処分したところとその審査っていうのは、まあ、同じ機関であることは、まあ、往々にしては多いわけだけど、そこをある意味で分けるというのかな、分けた上ではっきりそのある意味では審判役をするために審議員制度というのをこの方は定めてるわけですよね。参上委員会だからそれを置かなくてもいいという、そのやっぱり納得いくあれにはならない、まあ、実際の運用上具体的にこの原子力規制委員会規制庁というこの仕掛けの中において、今の説明でやっぱり全くその何ていうかな、公正性というか第三者性っていうのかな、ないと思わざるを得ないんです。あの行政福祉審査法の94項という話になりますけれども、そこでですね、参上委員会というような今回の原子力規制委員会のような場合でも、その審理手続きについてですね、あの職員については現職に関与していないものというようなものを、にやらせることができるという規定がありますので、一定程度ですね、あの現職に関与していない職員にやらせるということで公正な手続きを図るという仕組みは取られております。だけどその5人の規制委員会は処分そのものをした、参上委員会だから置かなくてもいいという話だったんですけども、この場合だから審議に当たるのは規制委員会の委員ってことになるんですか、それとも、また別の職員になるんでしょうか。ですね、法律上ですね、参上委員会には審議を置くことはできません、はい、ですので審議というこの法律上の審議は参上委員会では存在しえません。置くことができない、はい、置かなくて済むということじゃないんですか。いえ、違います。法律上の解釈はですね、条文上、例えばね、答弁書を、審査庁に提出させるっていうのは審議員の仕事じゃないですか、ね、要求して、出してくれと、で審議員が受け取って回送するっていうね、あるいは高等意見陳述会も、審議員が、ちょっと
形式上主催する形じゃないですか。それで質問があったら審理員の許可を得て質問ができますっていうふうに法律上になってるんですけども、それは誰がやることになるんですか。それは審査庁の職員になります。法律でですね、参上委員会については審理を置かないという形になりますので、じゃあ誰がやるかっておっしゃる通りありましてですね、それは法律の条文の読み替えというものがありまして、その場合には審査庁の職員が代わりにそういったことをやるというような形でご理解まずいただけると思います。はい、じゃあそれはでも、じゃあ例えばこの、木村さんがやられてる審査に対して審理員に当たる人が誰の誰ですっていうのは、決めてらっしゃるってことですか。多分それがこの答えで藤森さんという名前、個人名は悪いですけど、一応名前を出してくださっているのはそういう意味だと思いますね。だけどそれは審理員とは違う。もしそれだったらそういう手続きだと。だけどそれは審理員ほど権限がないんですよ。そうでしょ。藤森さんと山内さんは、審査庁の職員がやるっていう審議員の役割を果たすっていう、そういう理解でよろしいですか。厳密には審議員とその参上委員会でその職員がやる仕事とはですね、一致をしないんですけれども、ただその審議員の代わりに設けられている、ちょっと周りに来て恐縮なんですけど、その代わりの職員としての立場はここに書いております人間がやることになります。このメールで出されているのに、一方では審査庁出席者としての藤森管理調査官、もう一つの方もこれは20年延長の方については審査庁対応者としての山口管理調査官、この出席者と対応者っていう用語を使っていることはどういうことですか。で単に賠償に出るだけとか単に担当者っていうだけのイメージしか全くつかないんですけども、この方が責任を持って最後の要するにその審査採決書の、起案の前段のところまでするというのが、審理員というのは他に名前使わないにしてもこの新法でされて、そのような役回りはするということなんですか。単にこの意見陳述の時に出ていくその時だけの職員という、ことのようにも取れるし、全くそのちゃんとした対応がされるかどうかがここから読み取れないんですが、私どもですとその高等意見陳述会の内容というのは議事録に落としてですね、でインターネット掲載もいたしますので、その場でお話を聞くというのはちゃんと適正にやられるものかと思います。で本人たちがこの場でやるのはあくまでその申し立て人の意見を聞くという行為になります。それからこの新法の中では質問権というものも定められましたので、でそれを質問をするためにはその、論点について、事前に打ち合わせするなりして規制庁の職員が規制委員会に成り代わってきて、でそのやり取りができるその時のジャッジ役というか、その座長的な役回りをこの担当者がする、そんなイメージで考えていますか。これが通りです。質問ができるようになったら質問ができますけれどもどうしますかぐらい言ってほしいんですよね。それだったら規制委員会の委員自身に来てほしいですけどね。この行政福祉作法のマニュアル見ても審議員がいかにこう権力を持っているかっていうかね、要するにそこの所属する人が審議員になったらもうその人の判断が非常に優先されるんだけど、だけど自分たちがそこに所属しているからそこでいらん結論出したら出世できないみたいなことを考えちゃいけないよっていうようなこともこの総務省の資料に書いてあるんですよね。それぐらい審議員っていうのはある種のその瞬間だけは裁判官なんですよ。でそれと今の藤岡さんという名前に出ましたけどそういう役割とは違いますよね。でなんで参上委員会はそれ審議を設けないでいいんですか、設けないんですか。先ほど申し上げた通りですね、有識者がなる合議体が一般的にはですね公正な判断をされるというふうな制度だと理解してますので、その前提の下で制度を作っているということでございます。有識者がまともに判断してたらこんなにいくつも予算の審査後で審査請求や異議申し立て出しませんよ。私たちもしんどい思いして
そうですよね。それと、もう、まあ、答え、最後ではないんですけども、まあ、審査長である、まあ、委員会の、まあ、その事務方なんですが、ここで一旦 の、 まあ、採決案が出た後、行政府福審査会にこれはかけるんですか、かけないんですか。参照委員会については先ほど申し上げた通り、有識者となる合議体で見て、一定程度合理的な判断がされるという制度ですので、審査会にかけるという諮問手続きは置いておりません。だから原則としては行政福審査会がこのまた上にあって、審査庁がやったものをもう一段やるということになってますよね、この改定は。それは参照委員会についてはそれはないですね。じゃあもうこれは大嘘だということですね。参照委員会には何も通用しないということですね。第三者への、諮問手続きとか、それから審議員を設けるって一番に書いてあるんですよ。これこの 新行政府審査法の売りじゃないですか。だからそれは参照委員会が全く通用しないということですか。参照委員会につきましては、審議による審議手続きとか行政府審査会の諮問手続きというのは当てはまりません。じゃあ逆に先ほど、まあ、法務省じゃないけどからと言われたんだけど、行政訴訟法、まあ、行政訴訟に、まあ、行く、まあ、ある意味では従来、まあまあ、前置主義というか、まあ、今は必ずしも前置じゃなくてもいいということで、だけどある意味では実際にちゃんとしたことを判断をしてもらうにはやっぱり裁判所に持っていくしかない。行政事件訴訟法に基づくのをもう前提にしているような、まあ、制度設計だと思うんですよ。でそういう中でこの6ヶ月というのは行政福祉さ、行政訴訟法上期限があるんですよね。申し立てそれとの関連の中でこの、まあ、前置ではないにしても、まずは行政審査を申し立てているものについて、ものすごいそのなんていうか知らないままに時間だけ無意に費やされて、で結局何の第三者的なあれでもない、そういうことになりかねない話なんじゃないですか。先ほど、はい、原発をね、ちょっと守る法律をいくつ作ればどうぞお答えください。もう先ほど申し上げた通りですね、行政事件訴訟については所管でないものですから責任を持って法律はお答えできないんですけれども、出訴期間というものは定められていると認識しております。それはいく、いやそこは先ほど申し上げた通り6ヶ月だと思いますけれどもね。ただそれはこちらの方は自分の所管している法律については責任を持ってお答えしますけれども、法務省の方にお聞きいただければと思います。まあ、だけど、まあ、そうであるならば、すでにもう行政訴訟を出すことも我々にはできなくて、ある意味ではまずは行政福祉審査をしっかりやってもらおうと期待をしているのに対して、今説明された、まあ、その制度上もそうだし、実際にその審査庁がすでにもうやっている時間の無意に費やしたり、また本当にこれからどういうふうに適正に手続き進めていくかについても、まあ、内規の存在等としても必ずしもまだ検討しているような部分もあるような、そして少なくとも3つの団体が同じ問題について出してて、まあ、当事者は別とはいえだけど同じ対応がなされてしかるべきなのに、それぞれこの ABC で違ってもいると、まあ、いうような状況からすると、もう完全にその行政福祉審査制度によるものっていうのはもう何の効果もないということを、ここだけがなっちゃってる。あんまりがっかりしてもあれなんですけど、それもう一つお聞きしたいんですが、弁明書です。で新しい行政福祉審査法によって弁明書を出してもらって、それに対して私たちが意見を言うっていう、そういう制度になっているということも書いてありますけど、これはこの第三条委員会に対してはそのまま生きてるんですよね。弁明書については言ってるんですね。それで弁明書については具体的に質問の中には資料としてはお渡ししてませんが、そんなの書いた本人なんだから知ってるしまってんじゃないですか。規制庁が書いた弁明書なんだから。いや、そうなんですよ。総務省の意見として聞きたいんですけど、総務省の意見聞いてください。ここに私の方の受け取りメールで書いてありますように、弁明書をいただいてるんです、規制庁から。1ページだけ書いてあって、読みます、すぐ。あ、すぐ。1ページだけ書いてあって、私たちは具体的にこう読みましょうか。
じゃあ言いますよ、はい、平成30年11月7日付で原子力規制委員会が行った核燃料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律第43条3の32第2号の規定に基づく原子力日本原子力発電株式会社東海第二原子力発電所の運転期間延長認可に対し、平成31年2月6日付で審査請求人相談山崎さなか、北新一郎および北村正秀から提出された審査請求について行政復審査法第9条3項において読み替えて適用する第29条2項の規定により以下の通り弁明する期処分の内容、日本原子力発電株式会社東海第二原発の運転期間延長の認可についてに記載の通り、記載の通りが答えなんですよいいですか、これは運転延長申請として出してきた規制委員会が提出公表した認可書の記載の通りという意味です。で処分の理由、日本原子力発電株式会社東海第二原子力発電所の運転期間延長申請の原子炉規則第114条への適合性に関する審査結果に記載の通り、だから前に公表をした審査書そのものを弁明書として出すというですね、私たちの審査請求では記載の通りダメだよなんて書いてませんよ。具体的にここはこういうふうに書いてあるけどこれはおかしいんじゃないかって書いてるんですよ。それに対する返事がもうすでに出てた審査書の記載の通りという返事で、返事になってないんですよ。これどう思います？弁明書の、まあ、弁明書になってないんですよ。だからそれに対しての反論も書けないし、だから形式におざなりのままこれで進んで採決なんてことになりかねない。これは、申請に対する処分のこの設置変更とか工事計画認可については公表されているというものなんでしょうか？そうです、はい、ということですね。ということでしたらですね、弁明書の書き方につきましてはですね、最初の処分の際に、十分を、こういう理由で書いたということが明確に書いてあるものであればですね、このような弁明書のあり方も妨げられていないと思います。というのはですね、簡単に言いますとですね、審査庁の方はですね、いわばその、まあ、今回は皆様方のような知識のある方が審査請求をしてくる場合もあるんですけれども、場合によって一般的に非常に多いのは生活保護というような形の場合はですね、要するに、文章もうまく書けないというような方が審査請求してくるような場合があるんですね。その時にははっきりした理由が書けないので、とにかくこの生活保護決定については副があると書いてさえくれれば、あとは審査庁の方で職権で自ら法令に従って何が適正か判断するっていうのがもともとの制度なんです。ですのでそれに対して弁明書が、例えば弁明書がいろいろ書いてあろうが何だろうが、審査庁自らの判断で法令等に従って、判断をするっていうのがこの制度なんですね。で弁明書については最初の処分の時にこういう理由でこう処分をしたということで尽きてるということであれば、この弁明書でも差し支えないというのがこの制度のあり方です。尽きてないですよ。それ全然尽きてないから審査請求を出してるわけです。そうおかしいですよ、うん、全部の審査書の内容についていちいち全て項目を挙げて全てについてこちらが反論した意見書を審査請求を出してるわけではもちろんなくて、審査庁の中でここの部分についてはその部分についてとりわけ問題にあるところを抽出をして、1項では22ページ、もう1項では8ページにわたり、その内容を提出しているわけですよ。その中には審査庁に記載のないもの、またはマスキングなどされていて見えないものについて、これはこうではないか、ああではないか、また他のいろいろなさまざまな事例を組み合わせることによったらこれは否定されるではないかということまで含めて記載をして提出している審査請求書に対して、いや前に言ったからって言ってないだろうって話になるわけですよ。だから全然反論書になってない。処分庁の方でですね、これ以上の弁明の内容がもうしようがないという判断でこういうことを書いているということでしたら、それをもとに例えば審査請求でこう書いてあるけれど弁明書はこう書いてないなということを踏まえた上で審査庁の方で判断するということになりますので、そういったやり方も妨げていないと思います。あくまで審査庁が法律の判断に従って判断していくというのがこの制度です。政庁の方どうですか、今この弁明書について、弁明書について弁明してください。
ご指摘の通りですね、その法律上は処分 の, その内容と理由を弁明書に記載することという規定になっておりまして、で私どもとしてはその処分の内容と理由を記載させていただいたというものになります。で原子力規制委員会の審査書はその、まあ、非常にタイプにわたりまして、処分 の, その理由をですね網羅的に書いているものですから、法令上はこの弁明書で適正なものと考えております。事実に基づいて、あなた方いつも原子力規制委員会は科学技術、科学的技術的と、それが謳い文句になってるんですよ。で今山崎さんが言ったように、科学的技術的にここはこういうのおかしいんじゃないですかっていう指摘をしてるんです。それに対して審査書の通りで OK ですよっていう返事、全く返事になってない。これじゃ全然弁明になってないんです。例えば1点だけ言いますけど、長くいっぱいあると言えないから1点だけ言いますと、スタビライザーという構造材に関して規制庁内規によって、その本来必要とされる強度要求が 1.5 倍ある必要なはずなのに、どう計算しても 1.2 倍しかないというところについて、耐震性のいろんな問題の評価はあるけれども、まあ、ある意味そこ1点をですね、抽出をしてそれについてはどうなのかという審査請求を出したことについて、元の、規制委員会が決定をした決定文書で尽きているとどうやったら言えるんですか。ここは矛盾してると、内規と照らし合わせて矛盾してると言ってるのに、内規についての弁明もなければ、それからその計算を行ったことについて内規を超えて脆弱性があるということについて、いやこれは問題がないんだという反論もないわけです。話にならない、議論にならないでしょって言ってる。住民の疑問に答えない、そういったことがあちこちあるわけですよ。構造材の強度計算だけではなくて、ケーブルの火災問題であるとか、津波対策であるとか、あるいは漂流船の問題であるとか、一つ一つ具体的に実例事例を挙げてですね、これはどうなんだ、どうなんだということを規制、審査庁の中で記載をしているにもかかわらず、それについて一言も反論がなく元の文書を持ってくるということは、あえて言うならばそれについて反論する余地がないから認めているのかと、こちらは取らざるを得ないわけです。規制庁の方がどなたか答えられます。反論権放棄してるんじゃないですか皆さん。規制庁のことをと申します。審査書については、例えば設置許可であれば、その設置許可のための基準に適合する、その設置許可の審査にあたってのガイド内規類についても全て網羅的に確認した上で書かれたものでありますので、先ほどのご指摘というのもしっかり反映、全て読める形では審査書は書かれているというものです。いやいや、そうなってないから書いてるんですね。読んだんですか、ちゃんと意見書。はっきり言って対話にならないんじゃないですか。読んでないじゃないですか。弁明書があって、それに対してこちらが意見が言えるっていうのが新行政府審査法の心なんですよね。そうでしょ、弁明書を設けたのはそういう意図ですよね。口頭意見陳述等の機会を受けてですね、口頭意見陳述の時に弁明書を受け取っておいて、弁明書に対してこちらもう一回検討することもできるような。一般的にですね、訴訟については、弁論主義だと言われてるんですけれども、行政福祉審査法についてはですね、先ほど、今回のケースに当てはまるかどうかわからないんですけれども、要するにこの審査請求、要するに訴訟ができない、お金がないような人、要するに印紙を貼れないような人でさえも、この制度を使って助けることができるかもしれない制度なんですね。ですので、審査請求人の方からは、この処分はとにかくおかしいので何とかしてほしいとだけ書いてもらえれば、あと法定時効裁改定には審査請求として受け付けるというものなんです。で、一方弁明書については、それに対して何かあるかということで何も言うことがありませんというので、もそれでもとにかく審理を進めていって、審査庁が自らの判断でですね、法律に従って何が正しい処分かっていうのを考えていく制度なんですね。その時にだから、ある意味で処分をしちゃったのとは別の視点でもう一度見直すということをするわけでしょ。それはそうです。でそれがだけど、その5人の合議体の規制委員会が、しかも自分が直接この審査請求読んだかどうかも定かじゃないんだけど、せずにお任せして同じところが堂々巡りしちゃうということをやろうとされていると。で、一応ともかく5人の規制委員会が
秘書部長であり、かつ審査長としてであるならば、あの正式な規制委員会でこのそれぞれが出したあの審査請求は正式に議題として出され目を通されてますか。そう、読んでるかってこと。議事録が読みたいですね。ちゃんと読んでるかってこと。あの原子力規制委員会 の、まあ、あの皆さんご覧になることあるかと思いますけれども、ああいった会議体でやっていまして、でその場でですね、あのお出しをして議論をしております。それいつですか。いつですか。定例会議で審査の決定が出た、決定が決まったと審査庁で用意できた、規制庁で用意できたときにこれで処分にいいですか。最後は最後に審査が出されたという、そしてこの弁明書についても決裁を規制委員会がしてなかったそうですよ。弁明書、それはしてるんです。弁明書は誰が書いたの。あの弁明書絶対決裁決裁してたら決裁員のある鏡を見せてください。そう書いた人だよ。でそれがあの公開されてるんですよね。ごめんなさい、まず弁明書の話で言うし、はいはいはい、弁明書は、はい、公表されてますよ。規制委員会名でお出しをしている弁明書かと思いますけれども、あの中の文書管理規則上ですね、あの行政不服審査にかかるもののうち採決以外のものは、専決規定というのでですね、事務局に落とすことができるものになってまして、で専決でこの弁明書自体はお出しをしているものになります。だから誰。いやだけどその前にこういう審査請求が出たというそこの時点のものも、それも全部事務方に落としてですか。その5人の規制委員はその、まあ、学識を持ったそういう参上機関だからということで総務省は言ってる、まあ、特例みたいなものになってる。そのようなものとしてちゃんとまず審査請求を受け止めてるんですか、手続きとして。5人は知ってるのか。そういうのも内規にちゃんと入ってるんですか。そういう中での手続きの流れっていうそこが一番内規を披露してくれれば分かる。参上委員会、うん、ちょっと内規の話がすいません、あのちょっと以前お出ししてしまっているせいで、あのちょっと非常にあの皆さんご関心かと思うんですけれども、内規自体はあのそういったですね詳細な手続きを書いてあるものではなくてですね、何を書いてあるのか分からない。まあ、皆さん非常に申し訳ないんですけど、あのちょっとここでご説明ができない。第1条ちょっと時間超過しているので、この弁明書も本当に弁明にならない弁明書を出して、これでそれ総務省のこれでもいいんだってみたいなこと、もう本当にひどい安倍政権でこんなもんかと思うんですが、ちょっと時間が押してきているので、まずあのこの大きな一番の質問について全部答えていただこうと思います。それで先ほどは質問の2の1と2の2がほとんどやりましたね。今で2の3に答えていただいていいですか。原子力規制庁の秦野と申します。現状、審査あの本手続きについては遅れておりますが、順次、対応をしていきたいと思っております。はい、審査請求、今回例示された ABC 全てにおいてもなんですけども、今現在対応が遅れておりますが、順次、速やかに対応していこうと考えております。どれぐらい待ちかかるの。どれぐらい審査みたいなの。私が聞いてるのはこの5サイトの審査で2の3なんですけど、2の3で前のに出してるのは一応総務省の方にあのエクセルの表が出てるのは知ってるんですよ、件数だけは。だけど具体的にそれぞれがどうなったかっていうのはよく分からないんですよ。その辺どこを見ればいいかっていう答えでもいいんですけど、ちょっと直接の答えにならないかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと先ほど申し上げた通りですね、あの恥ずかしながら旧行政法の時代のものから含めて、あの行政不服審査が規制委員会に継続しているものの数が複数ございまして、でそれらについて順々に今処理をさせていただいている状況になります。ですので、あのちょっと順々にですね、あの処理をさせていただければと思っております。ちょっといいですか。あの順次対応されるということなんですが、先ほどのですね、審査、ごめんなさいね、
審理員の代わりに、藤森さんと山口さんがなるっていう、これはいいんですね。でその方がどういう役割を果たすかって言ったら、意見陳述会に出席と、それと同時に今度、聴取とか検証をされるのはこのお二人ということで、でとそれで、今までの例えば山田さんだ、窓口になってくれてた山田さんだとか島田さんは今日いらっしゃらないからわからないんですが、これから誰がどう窓口になってくださるんですか。あの大塚さんでよろしいんですか。あでも松岡さんでよろしいんですか。松岡さんで、ね、それとも花野さん、難しい字を書かれるからわからない。はい、今後の窓口は私、肌野と島田の2名にあると。島田さん、肌野さんと島田さん、はい、の2名です。あ、そうですか。その上で今のように内規自体をもう全然もう半年以上出してくださらないからは、何が書いてあるのかわからないから言うんですが、さっき言われるように、例えば処分庁である規制委員会の5名は実際その中身は事務局に落としてもいいとかですね、印鑑はこうでないといけないとかっていうのは、じゃあそれはどこで同一決まっ、規制委員会の中でちゃんとルールとして決まってるわけですよね、規制庁なり規制委員会として。それいつどこでどう決めてるのかっていうことが、その内規に書かれてないようなことがなんかルールでいっぱいポロ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 出てくるもんですから、そういうのをちょっとちゃんとどこでどう決まったのかとかっていう、事務局として勝手に決めましたということだけではないでしょ、すまないでしょ。内規の、まあ、今日できれば今日明らかにしていただいた上で、そんな細かいこと手続きは決まってないんだって言うんなら、細かい手続きが僕らにとってはとても大事で、実務的ないろんな手続きをする際に重要なんですよ。でだからそれは別途こういうここでこう決まってるんですみたいなものをちゃんと示して今日いただけますか。そういった話は本当はですね、行政府副審査したいんだけどというご依頼、ご相談をいただいたときに、まあ、ご丁寧にご説明をすべき話だと言っているんですけれども、まあ、その福岡の、まあ、ちょっと先ほどお話だったんですけど、ちょっとそこも含めてですね、私どもの、その情報提供が非常に至らない点が今回ございまして、で今後そういった点はちゃんとですね、丁寧にご説明をさせていただくようにさせていただければと思います。具体的規制委員会の5名は分かってるんですか。専権事項で、確認ですけど、畑野さんと島田さんが窓口で、そしてここに書いてあるこの藤森さんと山口さんは直接こちらからアクセスする必要はないということですか。その上に松岡さんが責任者としていらっしゃるということで考えてよろしいですか。責任者といいますか、私は原子力規制庁の中ではですね、まあ、行政庁である以上、実用以外の炉についても処分がされておりまして、でそういった処分全体についてですね、庁内の行政不服審査法のその運用をまあ、管理している立場が私になります。なので法規部門の責任者ということですから、法規に基づいて、行政が行われているかどうかを見てくださるわけですよね、あなたが。行政不服審査法については私が拝見しています。はい、すみません。そうしたら一応3番に入りたいと思います。そこに3番の質問、3の1から3の3まで、沖縄との対比で書いてます。特定の事案と比較してですね、例えば審理機関が一方が長いのかと言って、一概にですね、不適切なものとは言えないかと考えております。各審査庁の方で適切に処理していただくと考えております。で3の2と3の3につきましてはですね、先ほども申し上げたんですけれども、
法律の趣旨を踏まえて各審査庁の責任において判断していただ進めていただくべきものと。で、まあ、参上委員会につきましてはですね、その性格に照らして審理による審理手続き第三者機関への諮問手続きを導入しないという制度にしているということでございます。あの一生懸命その新行政府審査を勉強したけど参上委員会に対してはあんまり通用しないんだってどういう話でこれあのちょっとあの一応この前半を終わるところにただ一体あの総務省の行政管理局から大塚さん来られてるわけですよね。でということは、まあ、ある意味では法の趣旨としてはそれぞれの審査庁処分庁が、まあ、適正にやってくれということにしてるんだと。それはそうかもしれない。ただ実際にそうでないことが起きたりしたときにこちらの、まあ、国民からというか、まあ、クレームというかないしはこの適正に指導してほしいと。それを、まあ、不服審査でどうしたのかどうか分からないんだけどとはそのあれは行政管理として受け付けてそしてそう言われればやっぱりある程度調査に入って指導したりっていうそういうメカニズムは働かさないんですか。一般にですね一見明らかに違法だとかいうような手続きがされている場合には必要に応じて調査といいましょうかですね話を聞くなりして必要な措置を講じるべきだとは思っております。で今この件についてはそのなんて定めが仮にこれが2年か3年かかってあまりにほったらかしすぎるじゃないかというふうに思ってあれしても法の方で別にいつまでと確定してないから違法性がないから話は聞いたけどそこで終わりそれ以上には何の調査も何の指導もしないというもうすでに、まあ、今日ここでそういうことになっているというそういう理解ですか。まあ、一見明らかに違法と申し上げましたけれども違法以外にですね、まあ、不当な明らかに不当な扱いとかですねありましたらそれは一般的に例えば実際にはものによってはですね昔やられているのが、まあ、10年以上も放置されているような審査請求というのは中にはあるかもしれません。でそういった個別の案件とかに対して明らかに違法とまでは言えなくても明らかに不当なようなものがあるんであればですねそれ話を聞いた上でその上で判断をするということになるかと思います。これまだ10年経ってないから、まあ、その前回のだけどさっきも言いましたように10年経ってなくても執行停止を我々がって要望して出していることに対して再稼働がされた後もっとその後にこの棄却っていう返事が来る。こんなおかしな制度ないと思います。これ本当に総務省もっとしっかりしてほしいし、規制庁はそうやって逃げるなっていうことを強く言いたいと思います。いずれにしてもちょっと前半の部分終わったところでちょっと終わる。全国ネットの皆さんお疲れ様です。衆議院議員の岡原雅子です。総務省さんと原子力規制部長の方々、まあ、お疲れ様ですというふうに申し上げますが、お話を聞いていてやっぱり行政不服審査法にですね、まあ、これが新しくなって、まあ、そこで、限定されていたことと、まあ、さっき の参上委員会だから森林制度ないんだっていうそうだったのってみんな驚くようなこともありですね。これやっぱり一つ の事例で、対応が3つに分かれる。ナイキについては、まあ、規制庁の時間稼ぎにしか思えないようなバラバラな対応というのは私も到底納得ができません。なので、まあ、この新しく行政不服審査法が改正をされたこととそれとまたそれぞれの、省庁が抱えるさまざまな対応をしなきゃならないことで、まあ、内規がそれぞれ別だっていうのもちょっと私は驚いたのでもう少し勉強させていただきたいと思ってるんですけれど、その辺のことは必ず国会の方の議論が、なかったのかなとちょっと調べてみますが、法務委員会と総務委員会となかったんですかね。ないままにこの新しく審査法の議論ができたのか、それはご記憶がありますか。内規そのものについて審査されたかというのはちょっと
と記憶にはないです。おそらくさっき松岡さんがね、ごめんなさいね、ナイキを出し渋ってるとしか外からは見えないですね。で、おそらく応援しろとか辞書がいいとか、書いてないわけですよ。書いてないわけですよ。だから総代の資格があるかどうかを、きちんと見極める判断というのが何によってそういうことをしなきゃならなくなったのか、旧法と新法でどういうふうに扱いをしなきゃならない、そういう説明責任をやっぱりきちんと果たさないとですね、皆さん膨大なエネルギーと時間を使ってやってらっしゃるので、それは本当に行政が不親切、どっち向いてんだとしか言いようがない対応だと思いました。今日の会話ちょっと私にとっては本当に残念で、あまりにひどいなというふうに思ってます。もうちょっと時間をいただいて、事前に申し訳ありません、私の方の、事務所で、このことをもう少ししっかり論点を整理しておくべきだったなと思ってます。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。はい、大原議員ありがとうございました。これ結局参上委員会にその審議委員を設けないというのはやっぱり立法の側の、ね、立法で決まることなのかもしれませんね、もしそういう議論がされる。作った時 の、 目指すところの会議にやっていくっていうところ、でもすれ違っちゃって、それが悪用されてるわけですよね。悪用されてるとしか思えない。恣意的運用じゃないですか。はい、そうです、はい、ありがとうございました。非常に明快なコメントいただきました、議員からも。一応前半の1の方をちょっとだいぶ時間押してしまったんですけど、ここまでにしたいと思うんですけど、総務省さんにはこれで引き取っていただいてもいいかと思うんですけど、よろしいでしょうか皆さん。はい、そしたらすいません、引き続き規制庁さんちょっと長くなって恐縮ですが、まあ本当は心からそんなこと思ってないんですけど、じゃあまず1番で、そう、1番、2番、3番から順番に答えてください。お願いします。刑事的起訴について、刑事的起訴の根底が崩れているのではないかという質問です。まず経理的起訴についてですが、各審査請求の今回紹介されました ABC 全て審査請求においての指摘であった点であって、原子力規制委員会としての見解は、今回の行政手続きの審理手続きの中で回答させていただこうと考えております。この審理でっていうことですか。やむしない。坂上さん、今、経理的起訴について、審理手続きで。すいません、経理的起訴について、審査請求させていただちょっと多分だから、なんていうか、審議の中身については今、答えられないということなんですけど、ちょっと前提条件でお伺いしたいのがありまして、まずですね、今、経理的起訴の、ここでは根底が崩れていると書いてあるんですけども、具体的には、日本原電が東海第二原発を動かすための安全対策費が、1740億円でしたか。で、多分その1740億円っていう数字が、明記された形で議論がされてる。で、それで許可を、取ったということなんですけども、今報道されているのであれば、1740億円では済まないっていうのが出てまして、はい。で、一つその、例えばその数字が大きくなるようなことがあった場合、再度なんていうかその数字を精査するような手続きっていうのが必要なのか必要ないのかっていうのをちょっと お伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。
お答えします。その東海大の経営的基礎についてですけれども、特定重大事故等対象施設によって建設費が増えるのではないかというのを問いだと認識しております。東海大についてはまだその特定重大事故等対象施設にかかる申請が出ておりませんので、その具体的にどれぐらい費用がかかるというかということは承知しておりません。またその費用の経理的基礎についてはその申請が出た段階で審査することになります。はい、そこでも経理的基礎が入るという理解ですね。そうだ、その時の審査で確認することとなります。はい、分かりました。あ、いや、先ほど質問は特定重大事故ではない今許可下りてる部分についての質問ですね。はい、1740億円というのは許可を出した前提としてはね、議論の中で1740億円という数字が明示された上で、これの調達について、審議がされたというふうに理解してるんですけども、その数字が変わるようなことがあった場合、再度審査の対象になるのかどうかっていうのが質問です。特需前、先ほど秦野からお答えしたように、今審査請求を受けていることについての回答を差し控えたいと思いますが、一般的に言ってその費用が上振れしたからといって改めて再度審査を行うというような制度にはなっておりません。まだか、ということは実効性がなくても OK 出しちゃうことですね。それから、特需の件は経理的基礎も審査の対象だというのが今の答えですね。はい、それは、はい、そのようになります。はい、ここはまた意見陳述で頑張って言うしかないのかもしれないですけど、ここ紙に示しましたっけ、足もお渡ししてないかもしれないけど、東電さんはあちこちでこれ出すつもり、本当に出すかどうかわからないということを言ってるんですよ。で、一つの例としては、7月16日の記者会見ではっきりとおっしゃってるんですね。トップが、支援しないこともあり得るということははっきり言ってる。で、そればかりじゃなくて他の場面でも私たち何度も聞いてます。ですから普通の感覚で言えばもう一回この審査やり直すべきだっていう感じがしてます。東京電力の、会見やその報道については承知しておりますが、我々としてはその状況が変わったという認識ではございません。はい、はいじゃないんですけど、こういう答えしか返ってこない、ですね、次に行っていいですか。はい、じゃあ次の2つ目の、質問にお答えください。2の1から2の3ですね。原子力規制庁の鈴木と申します。質問2の1について回答させていただきます。質問の2の1の内容が、新規制基準施行時に5年猶予を与えた規制項目を列記していただきたいということでございますが、こちらの5年間の、猶予を規定したものについては、皆様もご存知の通り、特定重大事故等対象施設と所内電源、所内常設直流電源設備ですね、3系統目の設置に関わる規定について、新規制基準、施行から5年までという経過措置を設けていました。こちらに関する補足ですが、こちらも皆さんご存知だと思いますが、当初は新規制基準施行後から5年としておりましたが、審査等に時間を要するとかですね、本体設備の審査が終わった後でないとなかなか特需施設の部分についての審査が困難ということで、本体施設の工事計画認可後、の日から5年というふうに改めているところでございます。以上でございます。 BWR のフィルター付き弁当、これに対象じゃないですか。フィルター付き弁当ですか。すみません、PWR でよろしいですか。PWR
についてはあの特定重大事故等対処施設の持つ機能として、あの例示としてフィルターベントが示されております。まあ、そのため、まあ、規制基準としては、まあ、それが5年の猶予があるということになります。じゃあ次を出し2の2。初見段階で稼働している原子力発電所 の特需施設についてお答えさせていただきます。まず九州電力仙台原子力発電所1号炉2号炉については現在工事計画を認可して、その後工事計画を認可し現在法案規定変更認可の審査中です。また関西電力高浜発電所3号炉4号炉については工事計画の認可をしたところです。四国電力伊方発電所3号炉九州電力玄海原子力発電所3号炉4号炉については設置変更許可をし現在工事計画について審査中です。関西電力大江発電所3号炉4号炉については設置変更許可の審査中となっております。はい、ありがとうございました。次いきます。2の3。質問2の3についてお答えいたします。質問2の3の内容は現在特需なしで、9基の原発が稼働していることが、非常に危険なのではないかというご指摘でございます。こちらについては、新規制基準においては、シビアアクシデントを起こさないための対策に加え、万一シビアアクシデントが起きた場合の対策として必要な機能についても平成25年7月の新規制基準の施行により全て備えることを求めています。特定重大事故等対処施設等は、これら機能の信頼性をさらに向上させるためのバックアップ対策でありまして、特定重大事故等対処施設等を設置していないプラントについても、本体施設等が新規制基準に適合していれば重大事故等対策に必要な機能を有しているというふうに考えております。以上でございます。はい、2の4お願いします。2の4についてお答えします。現段階において日本原子力発電より特需に関する申請がなされておりません。はい、ありがとうございました。矛盾だらけだという声も聞こえましたが、追加質問どなたか。そもそもの2の3の話なんですけれども、現在重大事故対処施設のいわば、その重大事故対処施設については例えば、変な話、格納容器弁当については特需に入っているのは P だけで、BWR の場合は特需ではない、その手前のですね、重大事故対処施設に入っているとか、同じ設備なのにあっちは入っててこっちは入ってないという非常に妙な構造になっているということもありますが、それだけではなくて、要はアクシデントマネジメント対策の強化でこれら一連のもの特需までですねあるわけですから、例えば基準津波を超えてくるものであるとか、あるいは昔言っていた残余のリスクのように基準地震度を超えてくるようなもの、これに対する対策としても存在するはずなので、もちろんテロもそうですけれども、結局5年猶予している間にそういったものが来ないという根拠は一体どこにあるんだという普通自然の疑問が出てくるんですが、それについてはどう考えますか。ご質問の内容が、5年以内に大きな津波とかですね、テロが来ないと言えるのかどうかという、どこで言えるのかというご指摘だと思いますが、ちょっと繰り返しになってしまうんですが、これらについて、すいません、すでに備わっているですね、本体施設等で、施設等がですね、新規制基準に適合していれば、重大事故等対策に必要な機能を有しているというふうな考えでございます。だからね、特需施設に関してはそういうことを規制庁がおっしゃるものですから、
オーバーデザインだという批判をする人たちもいっぱいいるんですよ、水車の中には。なのでいらないじゃないかと、で莫大な金かけて何もなることさせてんだっていう意見がどんどん出てきていて、しかも経団連なんかに至ってはですね、もうその辺も全部吹っ飛ばしてですね、60年運転をするときに運転止まってる期間は全部除産しろだとかですね、もうむちゃくちゃなこと言っている状況なんで、結局そのはっきりしない姿勢がですね、世の中に対して誤ったメッセージを出してるっていうことをね、深刻に考えていただきたいんですね。一連のものなんですよ、特需までは。でその手前のところで対策してますから、オーバーデザインですというような余地を残すような、そういう主張をですね、規制委員会、規制庁は間違ってもしてはならないと思いますけども、なんでそういうことをここに来てまでおっしゃるのかということは分かりません。そこのところあえて聞きますが、答えいただけますか。特需施設って何？特需施設についてですか。テロ対策で、航空機 の衝突に対するものというふうには認識しております。ちょっとごめんなさい、規制委員会が、規制庁がそれじゃ困るんであって、特定重大事故対処施設というのは、重大事故対処施設の中においてカバーしなければならない事故であってね、さらにそれを超えるような、それをオーバーデザイン、デザインを超えるようなですね、例えば東海第二で言うならば、基準津波を超えて防潮堤を乗り換えてくるというような場合になった場合は、もうヒートシンク、最終ヒートシンクが機能しなくなるということは明らかなんですから、その最終ヒートシンクが機能しなくなった上でもさらに原子炉を冷却することができるような設備として、さらに強化したものを対策しなさいということを要求して、独立した発電所であるとか第二制御室であるとか、そういったものを持たせるというのが特需施設なわけですよ。何も飛行機が突っ込んでくるという特定の現象をですね、ターゲットとして作ったわけでも何でもありません。すいません、ちょっと補足です、補足と訂正ですけど、特定重大事故と対処施設についてはですね、設置許可基準に、規定されてまして、その定義ですが、特需施設とは、重大事故と対処施設のうち、故意による大型航空機の衝突、その他のテロリズムにより、炉心の著しい損傷が発生する恐れがある場合、または炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損による工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を、抑制するためのものを言うというものでございます。すみません、その通りです、はい、だからまたはというのは並列ですからね。航空機の衝突がメインであって、並列以下、以下はおまけではありませんから、またはというのは並列関係にありますので、どっちがメインでなく、要は重大事故対処施設の設備においてかな、わなかった格納容器のからの放出、大量放出を防止するためにあえてつける設備が特定というのは、その格納容器を突破して放出される大量放射能放出事故と特定と呼んでるわけですよ。で特定できる事故を想定してっていうことで、特定事故、重大事故と対処施設を対策しなさいと言ってるんであって、だからこそ独立した発電所であるとかポンプだとかを設けて、外から注水を格納容器の中に直接行う、そういう設備ですから、格納容器破損およびその後に行われる大量の放射能放出、これらを総合的に抑制するために必要な重大事故対処施設であるというふうに考えるならば、5年間の猶予なんていうのはそもそもあってはならない。原子炉燃えてる以上はその設備がなければならないというふうに、本来は法律を策定するときに考えて、新規制基準が制定されてから5年以内に全て整備しなさいというふうに、もともとは作った法律だということはご存知ですよね。すみません、先に少しだけ補足させていただきますと、炉心の著しい損傷が発生する恐れがある場合、または炉心の著しい損傷が発生した場合の、この2つの場合について、その航空機の衝突、その他のテロリズムを原因とする事象に対して対処することが、特定重大事故と対処するです。はい、ですから、航空機衝突に対して対処するというのが、ますけど、はい、そこだけ強調するのはおかしい。いや、航空機衝突、その他のテロリズムと申しております。そのテロリズムって何のことですか？火山灰や地震とか隕石は、そういった位置づけとしても、特定重大事故と対処施設を活用することはできますけれども、その他自然
災害というふうな記述になっていないのはあえて絞って、危険なままの実施を容易にするための考えではないんですか、抜け道ではないですか。まず位置づけから説明させていただきますと、まず設計基準事故対象施設において想定される自然現象 により原子力発電所に事故が起こらないように設計をまずしております。その想定が間違っていまして、はい、私も非常に大量に申請文書を読みましたが、地震と火山とは同時に起こる可能性は極めて低いので、この設定は無視して構わないと書いてありますよ。それは実際世界各地でほぼ同時に起こるという事例が多数歴史的にも記録されています。現代でも起こっております。それは予算低下のための方便ではないですか、企業を甘く見てやるための。私直接の担当ではないんですから、はい、ただ文章化されているのでご覧になってください。はい、それはお答え聞きましょう。すいません、どうぞ。はい、地震とか噴火が頂上するというのは知見としてもちろん我々も承知しておるところですけれども、その原子力発電所の付近に立地する火山について、その噴火とその頂上する地震が原子力発電所に与える影響という観点を考えると、影響を与えるような噴火による勾配と地震、それぞれ両方が原子力発電所に影響を与えるというのは、考え難いというように私は理解しております。書類中には付近というふうには書かれていないと思いますし、考慮しなければいけないのは近いか遠いかではなくて影響を与えるかという観点だと思います。距離ではないと思います。それらを考慮した上で原子力発電所に想定される事象というものを考慮して審査を行っております。はい、この件については昨日実はですね、先ほど全国ネットワークと東名東海大に首都圏連絡会で規制庁への申し入れ抗議行動を行いました。毎水曜日小川さんとか私たちも一緒になってやりました。そして声明という形で特需をできないままで今動いているこのこと自身が問題だということを強く訴えた声明を出したり、それから仙台原発の方からの要請書もそこで提出しました。それについてはちょっと紙一部残ってますので、まだ受け取ってない方はご覧ください。それとこの関係で今パブコメがかけられていると思うんですが、8月31日締め切り でこれについて簡単に説明してもらえませんか。すいません、法案規定審査基準の特定重大事故等対象施設にかかる改正案ということでよろしいでしょうか。はい、です。一番最後に特需って書いてありますよね。はい。ご説明いたします。主な改正点は5つございます。まずシビアアクシデント対策、特殊施設なしでも成立するということを確認しているシビアアクシデント対策について、特殊施設を用いても対処を行う、そのために必要な事項を定めること、あと例えば特殊施設についても LCO や AOT の設定を行うことの明確化、あとは、これは特定重大事故と対処施設に関係するところではないんですけれども、シビアアクシデント対策について、法案規定に定められた手順に従わなくとも、もっと良い手順を取ることが可能と判断すれば、そこは柔軟に事業者の判断で対処して良いように、それを法案規定に定めるようにするというような改正でございます。はい。それについてはまたちょっと異論があるんですけども、それで今特需のこの問題について最後に確認したいんですが、来年3月には仙台原発1号機が特需、建設は今急ピッチでやってると聞いてますけど、それは多分無理だろうと言われてます。昨日九電と話をしてきました。でそんな中で、止めるんですね、3月というか3月に。それまでに必要な手続きが終わらなければ、こちらそれは当たり前の答えですよ、それは普通の答えですけど、今現実に今工事計画が認可まで降りてる段階ですよね、仙台1号機は、はい、でそんな段階でだけど、あと1年でできるとはとても思わない、1年じゃないか半年かにはできない。
だろうと予測されているし、九州電力の人も昨日ははっきりはそういうこと、そういうふうには言われなかったけど、急ピッチで、まあ、24時間体制でクレームはいっぱい上げて工事してますとはおっしゃってたんですが、あの明らかに無理だと思うんですよ。それと今のその、このパブコメにあるようにこれが本当に機能するかどうかっていうのを見るの大変なことですよね。実際にあの炉心溶融か何か起こった時に特需から何か操作するちゃんとうまくいくかどうかを見ないといけない。その確認はどうやってやるんですか。まず設備がうまく使えるかどうかについて、設備がうまく機能するかどうかについては使用前検査においてあの工事計画に通り、施設されたかどうかというものをまず確認します。で運用の方についてはあの今まさにこの改正の方で対応しようとしてるんですけれども、あの特定重大事故等対処施設の運用開始前までにその施設を使った訓練を行い、それを事業者自ら、評価して改善していくというようなふうにして、はい、で、今週パブコメに書けばいいのかもしれないですけど、渋谷アクシデントが起こった時にもうそんな運用訓練してたからちゃんとできるなんてとても思えないし、特需みたいにこの特化工事で作ったものがね本当に有効にいくとは思いません。ですからしっかりと止めていただきたいということをお伝えしたいのと、それから今動いている給気についても特需なしで、先ほど山崎さん言ったように特需なしで動いていること自身が非常に危険だと私たちは思っています。そのことをお伝えしておきます。2番これぐらいでいいですか。じゃあ次3番に入ります。あのいくつかバックフィットという言葉も踏まえて桁委員長がいろいろおっしゃっている、これについてちょっと事実関係を確認したいと思って質問しています。質問 3-1、バックフィットについての基本的な考えをお聞かせいただきたいということについてあの回答させていただきます。まずですね、平成27年11月13日 の、 あのいわゆる定例会と呼ばれている原子力規制委員会において、新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方というものをあの資料3で、まとめております。で、具体的にはどういったことが書かれているかと申し上げますと、新たな規制基準を既存の施設等に適用する場合について、規制基準の決定後一定期間を確保した施工日を定めるか、または、当該規制基準の施工後の経過措置として、当該規制基準に対応するために必要な期間を設定することを基本とするというような、経過措置の期間に関する考え方とかですね、ですね、あとこれらの期間についての考え方として、原子力規制委員会は当該規制基準の新設変更の安全上の重要性、非規制者が対応するために必要な期間などを総合的に判断して個別に設定すると、あとですね、あの安全上、緊急の必要性がある場合には新たな規制基準の新設変更に際し当該規制基準を即時に適用することもあり得るというふうに明記してございます。また、経過措置の、期間までに、必要な対応が終わってないことについても規定しておりまして、新たな規制基準の施行日または経過措置として必要な期間の満了後、その時点で適用される当該規制基準を満足していない施設については前提条件を満たさないものと判断するということで、まあ、規制基準を満足してないと判断するというふうに、以上のようなことをあの定めてございます。はい、以上でございます。 3-2 は、質問 3-2 についてお答えします。 3-2 につきましては、この半年間の間にあの規制の定例会議で次のようにバックヒットの議論がなされているということで、大山火山の新知見対応、警報なし津波の新知見対応、火山予知とガイドラインの見直し、について、この他にバックヒットが必要と考えられる項目を教えてほしいというご質問でございます。こちらの質問については、
この半年の間に発電用原子炉について、原子力規制委員会は大山火山の、生竹テフラーの噴出規模の見直しに伴うバックフィットを決定し、大きいトラフ海底地滑りによる地震津波警報が発生されない可能性のある津波に関する知見を、新知見として認定しました。また、火山影響評価ガイドの改正については、更田委員長から内容の変更を伴わない、記載の改善について指示があったところでございます。3の2については以上でございます。全部続きまして3の3ですが、バックヒットに関連してどのような場合に稼働している原発を止めるのかお聞かせ願いたいというご質問でございます。こちらにつきましては、バックヒットの運用に際して新たな安全の追求向上を見るためには経過措置というものは不可欠なものであると考えておりまして、経過措置なしでの原子力安全の向上改善というものは極めて困難であるというふうに考えております。なお新たな規制基準の施行日または、経過措置として必要な期間の満了後、その時点で適用される、当該規制基準を満足していない施設については運転の前提条件を満たさないものと判断することとしております。3のようについてお答えいたします。まず大山火山については関西電力高浜発電所、大井発電所、美浜発電所について評価が必要と判断し、報告聴取を求めております。したがって東海第二発電所は対象外となっております。また警報なし津波についてですが、津波警報が発表されない可能性がある地震以外の要因による津波および津波の到達時間が短い地震による津波は敷地への流入する可能性がないと判断しております。以上です。はい、以上について追加質問どなたか。すいません、バックフィットに関連してその規制基準を満たさないこととして停止をかけるという場合、原子炉等規制法の何条適用になるんですか。何条に適合しないといった方がいいですか。そうですか。原子炉等規制法第43条の3の23という項目が施設の使用の停止等でございます。まあ、ここで変更を命ずることができると規定されており、失礼しました、施設の停止等を求めることができると。直接停止でいいんですね、その場合は。先ほどあった結果措置とか猶予期間とかっていう話ではなく、そこ行ったらもうすぐ停止ということでいいんですね。条件としては原子力規制委員会が発電用原子炉施設の位置構造もしくは設備が第43条の3の6第5第4項、これは許可の基準、技術的なところの基準でございますけれども、この基準に適合していないと認めるときなどでございます。はい、すみません、ですね、そのバックフィットの基本的な考え方についてなんですけれども、原則経過措置を設けるということになっていて、それで緊急対応が必要な場合には緊急対応させると、そういう作りになっていると思うんですけども、これまでの、なんていうかバックヒットにかかった事例っていうのは、細かく全部見てるわけじゃないです。どちらかというと規制庁の側でその、なんていうか規制を解釈をより厳しくして、でこれについてはもうちょっと例えば、火災警報の関係とかね、どちらかというと規制庁の側で要求をして、それで事業者と相談して、じゃあいつぐらいまでつけられますかと、じゃあ3年かかるんだったらじゃあ3年経過措置を取りましょうと。いや、これもいや、そんな経過措置も取らせるべきではないという考え方あると思うんですけども、
あの100歩譲ってあの そういうケースがあったとしてもね、あの今年に立て続けに出たその仙台あ大仙の事例とそれからあと警報なしの津波の事例っていうのはあの、まあ、どちらかというと、まあ、新知見というかね、あのしあの大仙についてはあの実際には新知見ではなくてあのその京都の地層についてはすでにねあの論文が出てましたからあの知見の見落としだと思ってるんですけども、まあ、それによって、まあ、今の状況では火山灰対応があの不十分だっていうことが判明してですね、でそれであの規制を強化するっていうあの、まあ、あの対応させるっていう再審査っていう流れになったと思います。それからあの警報なしの津波についても同じような、まあ、一つは具体的に、特定 の原子炉の、しかもその、まあ、自然災害に由来する、安全対策について、今 の許可されている状況では不十分であるということで対応を求めるっていうのはちょっとだから、先ほど言った事例とは違うと思ってまして、でここでもう原則経過措置を取るんだっていうような対応するっていうのは何て言うかな、もうちょっと個別にきちんと考えて対応すべきではないかなというふうに思います。で、まあ、大山についてはね当面の噴火はないっていうことになってるんですけども、本当に当面の噴火がないのかっていうことについて何かまともにきちんと審議はされてないように思いますし、それから期間が決まってないですよね。で猶予経過措置といっても今決まっているのはその申請再申請の期限が決まっているだけで、最終的に基準に新知見に照らして基準に適合するように措置を取らせるための期限というのが決まっていないのが不思議だというのが一つで、それについてはどうなのかというのをお答えいただきたいのと、それから最後に言われたね、その経過措置を取った方が安全なんだっていうのはですね、やっぱりそれは違うじゃないかと。経過措置を設けてあげないと電力会社が、これ福田さんが言われたことだと思うんですけども、自主的な対応をしなくなると、だから経過措置を設けてあげた方が自主的にいろいろ安全工場もやるだろうから、その方が結果的には安全なんだっていうのはちょっと、それは、違うんではないかと。でそれが何ていうか規制庁の皆さんの間でそうするものが当たり前だっていうことになってるんであれば、それは非常に問題だと思いますので、先ほどの特に自然科学自然現象に対する対応についてはね、本当に今すぐなのかそうでないのかについては具体的な何ていうか資源というか議論というかね、検討というのか、それをやって、で本当に合理的な何ていうか説明をしていただかないと、まあ猶予期間なくてもいいんですってさらっと言われても、でその方が安全 なんですなんて言われても、それはとても納得できないと思いますので、ちょっとそれについてお考えをお聞かせいただければと思います。回答いたします。まず DNP についてその噴火が起きるか起きないかという問いだったと、理解しました。その大山の、噴火については活火山ではないことから、その噴火が差し迫った、脅威ではないと、我々理解しておりまして、そのために直ちに原子炉の停止を求める必要はないと考えております。でまたその経過措置についてでございますけれど、先ほどおっしゃったように設置変更許可が今年中に出される、まあ、出すように命令をかけたところでございまして、その、まずはその手続きを進めているところでございますけれども、その許可を、行う その申請について審査を行い、許可を行う際にその具体的に経過措置のようなものを判断して設定するというふうに今検討を行っているところです。そのだからね、経過措置を今設けてないわけですね、今事実として現時点で設置変更許可を命令したところです。でそれは先ほど説明があったバックヘッドについての基本的な考え方に反してみたいなんですか。
先ほどの、基本的に考え方、個別に設定するものでございまして、ただし安全上緊急の必要性がある場合には、直ちにその基準を適用させる、それは停止命令もあり得るというものでございます。いやだから その前に今のお話は経過措置を定めますというのが前提ですよね。ですからこの DNP についてはまずは設置許可の手続きを進め、その後その許可をもし行った際にはその他の手続きについても経過措置を定めるということになっています、だからそれはちょっとその内規の解釈もおかしいんじゃないですかっていう話です。繰り返しになりますけれど、前提としてはその噴火が差し迫った状況にはないということを繰り返しになりますが申し上げさせていただきます。はい、ありがとうございました。他にありますか。さっき3の1でお答えいただいたことをから、来年の3月には仙台原発は止まるというふうに理解していいんでしょうか。それは事業者の対応次第によるものでして、こちらは出された例えば塩米検査であるとか保安規定の審査を粛々と進めてまいります。それが進まなければ止まるということですね。それは規制委員会で決定した通り停止命令をかけることになります。はい、他にはありますか。じゃあはい、私茨城県の県議会議員の江尻と申します。先ほどからのやり取りを聞いていて、その特殊施設の設置を義務付けるってことは、国が原発の標的になるっていうことを認めたっていうことですよね。だってそうじゃないですか。テロ対策が必要だと、そのための施設の義務付けを行ったということは、国として原発がテロの標的になるということを私たち県民に突きつけてるんですよ。で、日本の原発がどこにあるかっていうのは全部国際的にも明らかにされている。ですから私は特殊施設をきちんと作りなさいということがもう県民として理解は得られない。そんな施設まで必要で、テロの標的になるようなリスクまで背負って原発の電気はいらないっていうことが私は県民の思いであって、特殊施設を1000億もかけてきちんと作ってくださいよということをお願いしてるんじゃなくて、そんな施設はもう規制庁として認めるべきではないっていう、このもう全然県民の思いとは違うということを分かっていただきたいと思うんです。ましてやその特殊施設がないまま運転を認めているっていう、本当に無責任で、その一方で北朝鮮の脅威を煽ってるっていうのは本当におかしいんじゃないかなと。私たち原発が立地している地域の住民に対して、私はあまりにもこの議論というか進め方っていうのは受け入れられるものではないなということを、今日は改めてこのやり取りを聞いて思いました。ましてや日本原電はそれを自力で作りうるお金さえ持ってない事業所ですよね。本当に経理的基礎は原電にはないですし、東電には経理的な道理がないというふうに思います。もうこれはせっかく今日茨城から来ましたので、規制庁の皆さんにはきちんとお伝えしておきたいというふうに思います。よかったら一言お答えいただきます。テロの標的になるっていうことでしょ。お答えいたします。テロの標的の可能性があるということで基準は設けてございま す, そうですよ、ね、テロが標的になる、ね、はい、他ありませんか。じゃあ最後に一つだけ私からこれ文藝春秋にこの9月号に載ったんですが、
福島第一原発は津波の前に壊れたっていうタイトルで、これはもう木村俊夫さんだいぶ前からあちこちで書いてられたことなんですが、再度こうデータを東電からデータを入手して解析した結果として、やはり、津波が来る前に地震で配管破断が起こり、どうか起こしたんじゃないかととかっていうんでしたっけ、ということが書かれて、で最後にはこういう文章があるんですね、ジェットポンプ計測配管のような極小配管の破損にあったとすれば、耐震対策は想像を絶するものとなります。細い配管の全てを解析して耐震対策を施す必要があり、膨大なコストがかかるのですと。でこういった問題は私たちが新規制基準が甲子園からできた時から、坂上さんたちも私たちももうこんなので動かしちゃダメだという新規制基準自身が甘すぎるということは強く訴えていたわけですけれども、で国会事故調等のその事故調のその検証もせずに新規制基準を皆さん作ったわけですから、こういう問題が出てくるのは当然なんですけど、ここまで文藝春秋というここにいる人はあまり読んだこともないようなその雑誌にまでそれが書かれている、この状況、要するに今の皆さんがやっている新規制基準と審査自身が破綻しているということの証明だと思うんですね。で、ここでお聞きしているのはバックフィットについてなんですが、よく見ればこの木村俊夫さんの指摘っていうのは究極のバックフィットじゃないかと。皆さんが新規制基準を作って動き出してからずっと間違ってたということを示しているわけです。これについて何か一言いただけるんですか。お答えいたします。すいません、そちらの記事をですねちょっとまだ読めてないので、すいません、お答えすることはございます。おとといと5分あれば全部読める、おととい東電が津波の測定、3.11 のが起こった時の津波の測定位置を変更したっていうのはご存知ですか。確かおととい記者会見をして変えてるんですよ。東京新聞が昨日の朝刊やってましたね。こういうことも非常に大事です。あなた方が、僕から言わせれば、あなた方が一生懸命作って審査しているあの新規制基準とその審査は砂上の合格だと思います。でこんなので動かしてるとまた同じ過ちを繰り返します。だから早く止めていただきたいと思います。一言、はい、今福田さんが言ってらしたのは文藝春秋の 今月号最新号ですが、実は具体的には2013年の11月の科学にそれで今出されたらもちろん詳しいよ、それを今渡せたとき、だからもうずっと前にもう言われてた、13年に、はい、ので8月に東電が出された公開されたデータをもとに、それは数字られてるんですが、それをきちっと専門家当事者としてきちっとプロットしたグラフからそういう、ね、立証されてるということですので、でデータは違うんですけど、田中光彦さんもずっと同じことを指摘されている。あ、川澄さんどうぞ。ちょっとマイクをさっきバックフィットのところで聞きしたかったんだけど、高エネルギー化学損傷 HAF、 このバックフィットの項目の一つですよね。これ、はい、おっしゃる通りです、はい、これは経過措置ですか。これも HAF、 高エネルギーアーク損傷に関するバックフィットについてですけれども、一律にその経過措置の期限が定められているものではございませんで、
まず非常用ディーゼル発電機に接続されている電気盤以外の電気盤については2年、非常用ディーゼル発電機に接続される電気盤については4年、この期間以降の最初の施設定期検査の終了の日までが経過措置となっております。そうすると具体的にはこれ やらなくても理論的には なんだ再来年の3月までに工事終われば OK になっちゃうんですか、再稼働 OK。 すいません、今個別の経過措置の期限についてあの資料がないので、あの具体的な日付はお答えできないんですけれども、あの先ほど鈴木から答えたように経過措置を認めるということはあの元にしてこの経過措置を皮膚についても定めたというものです。すいません、あちょっと申し訳ない、もう一点だけあのちょっと不服申し立ての方で確認しておきたかったんですけど、なんだ対応される、規制庁の方のお名前載ってますけど、藤森さんと山口さん、これ藤森なんておっしゃるんですか。申し訳ありません、ちょっとただいま名字しか把握しておらず、私たちも普段藤森調査官と呼んでますので、すみません、下の名前をすぐにお答えができます。でもあなたたち、まあ言ってみればお役所なんだからさ、名字だけっていうのはこういう文書ではありえないんじゃないのね。え、山口さんはどうですか。山口は道夫が名前になります。あ、道夫さんですね、やっぱりね。この方ずっと東海第二の審査会合に出てた方ですよね。もうべったりと東海第二の設置許可 の、特に担当していた調査官になります。そうですよね。しかも今年の1月から茨城県で6回開いた、県が主催した、住民説明会の説明者のメインスピーカーになった方ですよね。ですよね、はい。まあそういう人をね、まあいわば審理員代わりに置くというのはね、全くこの、福申し立ての制度から外れてると思いますね。あれ今の件はさっきも話題になりましたように審査してない人を対象にするということで、正岡さんもいやみんな対応したから困ってるんですよっていうふうに電話でおっしゃったんですよ。でそんな中で今の山口さんがそういう人だって僕は知らなかったんですけど、どうですかそれは。そうですから、あの山口が担当した設置変更許可の審査以外である運転延長の申し立てについて担当人を見たものでございます。人は違うと思う、ね、確かに、ね、その運転延長以外のやつは藤森の方は、こちらの案件に、設置変更許可と個人認可に関しては、関わっていない人間となります。信用できないな。でごめんなさい、ちょっと待ってください。それで川澄さんの質問で、それでアークホーデンのことを僕も全然忘れてたんですけど、あのさっきのバックフィットの説明で出てこなかったことがちょっと気になるんです。あのバックフィットって何がありますかっていう質問にしてたと思うんですが、すいません、あのですね、ご質問の内容があのこの半年間にっていうあの枕言葉がついてたんです。すいません。はい、わかりました。はい、アークホーデンのことで、あの高エネルギーアークホーデンについてあの伺いますが、あのですね、家庭用のような低圧電気設備についても事業用、まあ、特に大種の発電所や変電所で使うような高圧何百キロボルトとかそういうものに関してはあの社会的な使命や大事故防止のためにかなり厳しいあの基準がありまして、技術屋は電源基準といいますので、あの規制庁の方もご存知だと思います。これ電気設備に関する技術基準を定める省令が、まあ、長い名前ですが、これでは例えば絶縁というものはこういうふうにしなければならないとか、例えば安全を満たすために
こういう措置が取っていなければならない、例えば絶縁基準はこう、隔離基準はこう、どれだけの時間に耐えなければならないかとか、内圧は何メガパスカルまで、例えば変圧器の内部の圧力が耐えなきゃいけないとか、たくさんうるさいことが書いてあって、これ通りに作れるのは、まあ普通は大メーカーしかないような、そういうものですが、それで今回、特に原発の冷却に関わるような必須の非常用の装置を動かすための電気回路が、もしアークで、まあ、アークが起こると何重にもあるブレーカーのどれかが切れるはずですけど、そうするとその回路は使えなくなると、一箇所使えなくなっても直列条件ですが、普通は使えなくなって渡り母船がなければ無理です。そうするとすぐに省庁としてできることは、これは規制委員じゃないって言ったら多分所轄が違うと言ってお逃げになると思いますけれども、できれば、まあ、逃げたとしても経産省の方で技術基準を緊急に定めさせてですね、これ法律によらなくていいんですよ、省令ですから。それでアークが起きても著しくは損傷しないようにするとか、隣の回路まで影響を与えないようにするとか、そういったことが簡単に一課長の発案で指示して即決できるはずですよ。そういうことをあなたたちが要求して、その新しい基準の配電路または分電盤をつけなければならない、開閉器をつけなきゃならないといえば、即メーカーや事業者は従うはずなんです。これは決断していただけませんか。あなたたちをこの中には決裁権のある課長さんがいるんじゃないかと思いますけど、課長さんはいますか、この責任。課長代行ですか。と申し訳ございませんが、課長級は今回、そうするとこの中には今日決裁権を持った人は誰一人いらっしゃらないと。ただ我々はやっぱりその程度の面談しかされないというふうに考えられているわけね、国民は。ぜひともこういうのは答えてください。決裁権のある方は答えていただきたい。ですから、そのすでに危険が高電圧アークによって、高エネルギーアークによって周辺回路および自身の回路に損傷を与えて、必要な安全機能が保てないということが分かっている以上、即座にこれを是正させるというのが、あの観光庁としての義務だと思いますが、そういう予定はどういう進行状況ですか。質問です。どうですから、あの基準を改正して経過措置を定めた上で、あの適合を求めているというところでございます。このような事故はわずかな湿度変化やピンホールでも起こるということが知られておりますし、経年劣化でも起こります。時間が経つほど、あの故障確率は累積曲線をたどって上がっていきます。経過措置の間に故障がないという故障は全くありません。まあ、他の基準類による対策ではございますけれども、あの原子力発電所では耐震故障を想定して、あの系統を2系統あるいは3系統複数も、設けるということが定められております。あの高エネルギーアーク損傷によって、例えば耐震故障、あの1つのバンが故障したとしても直ちに原発の安全に影響を与えるものではないという対策が取られております。それは物理的な隔離距離が十分に捉えているという実証試験を行った上で の判断ですか。すみません、直接今お答えはできないんですけど、あの先ほどお答えしたように今バックフィットを求めているのが現状でございます。原発を作るときには小型の炉から何段階も上げていって、その度に私はいくつものビデオを見ましたが、実証試験を行うといって振動板に乗せたり過信機に乗せたり、プラズマを浴びせて、あるいは熱風やあのトーチの炎を当てて燃えない大丈夫というような動画をたくさん作って公表してきたと思います、メーカーあるいは官房長。しかしこのようなアークに対しても周辺の回路は独立して安全だというような実証試験はまだ見たことがありませんが、ご存知でしたら教えてください。申し訳ないですが、現時点で私手元に資料がないのでお答えしかねます。はい、あのそういう審査だと分かりました、はい、これぐらいにしますけど、あの先生オーバーしてるの申し訳ない。そのアーク放電だけが出てきたんですけど、そのじゃあこの半年でさっき答えていただいた以外 のこの半年以前に出ているバックフィットってたくさんあるんですか。それだけ確認させてください。あのその他にもございます。あの有毒ガス対策とか、ですね、あ燃料被覆剤の放射性物質の閉じ込め機能に関わる措置といったものとかですね、それは
その辺はさっき の、 基本的考え方と照らして見ていきたいんですけど、 どこを見れば分かりますか。規制委員会の、資料で公開してございますので、それで聞いてる規制委員のどこを見ればいいのはない。あ、すいません、まとめてあのリストとかにはすいませんなってございます。なってない、はい。まあ、じゃあもう次の機会に行きたいと思います。もうだいぶオーバーしちゃったんですけど、よろしいでしょうか。うん、ぜひ県政権のある人がお話をしていただきたいと思います。決裁権のある人が来て話しないと時間の無駄ですから、それはちょっと待ってください。今ですね、無駄されてますよ。今後はそれが何ですか。すいません、まあ、もう時間もないんです、終わりになりますが、あのまあ最初の第一部の方でまあいろんなやり取りをしたんですが、まあ、基本的にはまあ行政福祉審査法に基づいて、まあ、やっぱり誠実な審査をするものだと期待をして、まあ、それが大丈夫かって感じはするんですが、まあ、とも出してあるわけです。取り下げはしませんので。それで畑野さんがまあここにいる中では、まあまあ、ことなんですが、一旦今のところその ABC ここであった3つの各団体から少しずつ、まあ、重複したりもしてるんですが、これを一括に進めて、例えば意見陳述会の開催であるとかなどをするというようなおつもりはあるのか、それとも基本的には別々に行くんですか、それからその担当するものなんかも別々になるのかどうか、まずそちら側の方として既に整理されていることがあれば教えてください。まず今回の ABC に関しては論点が全く同じものではありませんので、案件によってこう担当 の、 職員も変えたりする必要がありますので、日程が合えばいいんですが、まあ、日程調整は別々に進めさせていただこうと思っております。まあ、じゃあそれぞれ別々にという、まあ、裁判なんかで、まあ、一括したというようなことにはならないということですね。スケジュールがあれば一括して回答する可能性もありますが、案件が今回別ですので別々に進めさせていただきます。それは、まあ、とりあえず分かりました。で、行政福祉審査の、まあ、総務省のこれの中にもあるんですけれども、まあ、これは内部的と言われちゃうかもしれませんけれども、争点等の整理とか それらを含めた準備手続きということが、まあ、今定められていると思うんですが、まあ、裁判なんかで言えばこの準備手続きというのは裁判所側のご都合でやるんではなくて、まあ、ある意味ではこちら側との当初ので、これはまあ審理時間のあれもあるし、まあ、意見陳述もまあ1回やるし、それからこちらから言えば質問権の行使などもできるわけですから、まあ、どういう内容をやってどれに求めるかという、だから今のところ単にその日程調整だけを事務的にこの日でどうですかというだけで言ってるかのようなんだけど、そうではなしにある種にちょっとそれらを含めた準備手続き的なというのかな、会合を開いてこうどの日程でどうしていくのかを、まあ、されるべきだと思うんですが、で、まあ、その時、まあ、今日は言ってそれはまあ跳ねられるのかもしれませんけど、弁明書たるものが弁明書足りえてるとは思いません。で、あれが8月2日付で、まあの審査請求については出されて、1ヶ月後の9月2日だけをに、まあ、反論書を提出するように言われていますが、要するにそもそもあの弁明書では弁明書足りえないので反論書の書きようがないと、こちらはある意味で言えばすでに最初の審査請求書がそのものであってという、まあ、だけどそこはやるとなるかもしれませんが、そういったことも含めて実務的にその事前の準備手続きとかな、意見陳述の前にその質問権の行使、それからものによっては場合によっては資料請求をそのする権利もあると思うんですが、そういったことについての打ち合わせをぜひしたいし、まあ、ある意味では合理的にはその3団体一緒にやった方がそちらとしてもいいのかなと、まあ、もう思うんですけれども、いかがですか。少なくともさっき の、 総務省さんもいる中での議論ですけれども、もう一回弁明書を出し直してくれませんか。現状、私たちとしてはあれが弁明書、あれだけさっき指摘してもそうなんですか。全然言えない。
弁明になってないんですよ。具体的に何も書いてないんですよ。あれ誰が書いたのか、うん、誰が意味を要求するのか、意味のない話し合い、それを含めてさっきその、まあ、あの調整っていう話もありましたけど、あのもう一回こちら、あのあ我々 A の方としてはそれを含めたあの話し合いをじゃああの人にするのかもしれない、誰にするか別にしてちょっと考えます。でそちらとしてはもう一回言います、本当に弁明書を、まともな弁明書でを出していただきたいと思います。先決処分、そして今あのそのままでいくとすれば違憲陳述で改めてこちらが審査請求の内容を伝えることになると思うし、そこで質問権の行使もすることになると思うんですが、ある意味ではそれを整理の上で反論書を、まあ、そのもう返ってこない通知の審査になるかも。とりあえず形式的に反論書だけ書いて、で、まあ、違憲陳述はその次でただっていう形式主義で済ませていくっていうようなことではやはりまずいと思います。で自分絶対って言われではないと思いますので、今のままではその、まあ、反論権というか反論書の書きようがないので、まあその弁明書がそれ以上出ないんであれば意見知事の場でしっかりどちらがいい、まあどの程度の質問に答えていただけるのかのあれ分かりませんけれども、まあ、ちゃんとやっぱり最小限でも的確な人を来てもらうような打ち合わせをした上で、まあ、そこをやっぱりしっかりやると、まあ、裁判での弁論主義じゃない、要するに文書主義じゃないという話ですので、実際にやり取りできるのはその意見陳述会しかないわけなんで、それをやっぱり身のあるものにするためにはそれをしっかりとあの日程調整も含めちゃんとやった上で、そしてそこで、まあ、足りない部分や質問した答えに関しても含めた反論を出すというぐらいにしたい。形式的に9月2日というふうに今出されていて、まあ、ある意味ではほったらかしにしていくとそれだけでもうあのストップ終わりっていうことになりかねないわけだけど、そうではなしに身のあるあれをしたいのでという申し出をしていきたいと思うんですけど、一言で言うと身のある議論をしたいので弁明書をきちりとした弁明書を出していただきたいということですよね。で日程についてはまたこちらで総代同士でも話し合いながらまた要望を出します。そのための事前準備会議というかについてもぜひお願いします。はい、すいません、代表が失礼しました。よろしい、ありがとうございました。じゃあこれであの終わりたいと思います。お疲れ様でした。長時間ありがとうございました。身のない話はもうこれ中にしたくない。